いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。皆様ごきげんよう、霊夢だよ。マリサだぜ。襲い来るテロリストの魔の手からブラウン石を守ったロイドたち。ブラウン石から OCU の闇の一部を聞かされるのだった。だが休むことなくフォートモーナスにテロリスト襲来の連絡が入る。頑張れロイドくん、負けるなロイドくん。真相には一歩ずつだが確実に近づいてるぜ。グレネードを握る手に一層の力を込めるロイドくんであった。さて今回はすぐに出撃だね。リペア積みはカットするぜ。まあセーブも別にいいか。この油断が後の悲劇を生むことに。ならないから、無責任にフラグ立てしないでくれる？ふむ、今回の現場はこの前の病院のすぐ近くなんだな。あの近くにテロリストが潜伏してるのかな？本当にブラウン医師は無関係だったのか怪しいぜ。お、この前のネームドだね。ゲンツって言うんだな。民間に手を出さないように念を押してるあたり、やっぱり無差別テロじゃないんだね。しかし坂田社長が狙われてるのはまずいぜ。と、ドリ様？ついにドリ様が登場だよマリサ。だが今回は敵じゃないみたいだぜ。坂田はドリ様のこと知ってたのか。坂田もラーカス事件の時いたんだよな。ロイド君がドリ様探してたことは知らなかったのかな。敵討ちのことは胸に秘めてたのかもな。ロイド君科目だし。しかもドリ様の肩書きまで明らかに。だが釘を刺されちまったぜ。せっかく敵が見つかったのに手を出せないなんて、もどかしいね。おお、久しぶりにフルメンバー出撃できるよ。グレゴなんかほんと久しぶりの出撃だぜ。ちょっと経験値が心配になってくるね。まあスキルは割と揃ってるし、なんとかなるんじゃないか。控えの中じゃボルンガだけ装備がいいね。まあ次闘技場稼ぎするときにまた一人装備整えるぜ。次は誰使おうかな。正解者にはマリサの。やらねえからな。さてそれじゃ敵戦力チェックだけど、まずはドリ様のステータスを見なきゃね。ボディ HP250、経験値は全部6000弱、もう倒せなくはなさそうだぜ。あとは武器威力次第かな。さてここからは普通に敵チェックだね。げ、ブリザイアパンチなんて持ってるぜ。マシンガンよりパンチの方が怖いかもね。ミサイラーはドンキーデラックスか。威力はワイルドグースより低いけど、射程が広いから、撃たせないように立ち回るのは厳しいね。見たところタンクタイプがアタッカーで2脚がミサイラーだぜ。画面右奥の方はアタッカー多めだけど、先に接敵しそうな上方向の部隊はミサイラーが固まってるね。ゲンツはこの前戦った時と変わってないっぽい？ネームドボスが一番弱いってのはどうなんだぜ。とにかく上部隊に固まったミサイラーから集中砲火されないように、気をつけないとね。それじゃ最初はどうしようかな。どうせ届かないし、硬い JJ を前に出してで肩を伺おう。初期配置で後ろにいるのはめんどくさいぜ。あ、フレデリックはミサイル届くみたいだね。さすが射程8といったところか。今回はドリ様もいるし、難易度は低そうかな。むしろドリ様に獲物を横取りされないようにしたいぜ。恒例の初弾ミス、2発しかないミサイルがもったいないぜ。ミサイラーは下から来そうだけど下に人員を割きたくないな。ドンキーデラックスは2発しかないから近づいてくるまで放っとこうか。結構威力あるけど大丈夫かよ。上の方もほっとくとドリ様が無双しそうだから、何人か人を送っとかなきゃね。でもドリ様の戦闘もちょっと暗いみたいぜ。実力を見る意味でも、一回くらいは戦闘してほしいところだね。注意しなきゃいけないのはダルマにハイエナされないようにかな。うちらが削ったところをドリ様に美味しくいただかれるのは、なんとしてでも避けなきゃだぜ。まあ最初の移動はこんなもんかな。見事に団子になってるな。JJにもうちょっと先行してほしかったんだけどね。初期位置がいじれないのはかなり不便だぜ。出撃選択の時の選択順で初期位置いじれたりするのかな。とフレデリックに近接攻撃が来たぜ。相手の足はオルゲルかな。さすがの移動力だね。おお、マシンガン一発しか食らわなかったとはやるな。さすが回避99のコンピュータ。いやそこはフレデリックを褒めてやろうぜ。お次はハンス君にドンキーデラックスだね。この上に発射されてから相手を捕捉する動きがなかなか凝ってて好きなんだぜ。さすがにかなり食らうね。2回以上は狙われたくないもんだぜ。げ、グレゴにミサイルが来た。どうせならドリ様狙ってくれやいいのに。まあ硬い相手は後回しなのかな。ダメージが集中しなかったおかげでもうちょっと耐えれそうだぜ。ふぬぬ、またグレゴか。このターンでいきなり落ちるとかないよな。これ以上の追撃がなければいけると思うけど、うまくダメージ分散したか。アタッカーのブリザイアパンチがボディに刺さる以外は大丈夫かな。ふう、ようやく自分ターンか。敵が随分来たぜ。このターンが重要だな。フレデリック前の敵が蓋してて進軍ができないね。ミサイルで早めに落としておきたいぜ。よしよし、腕もいで経験値も多いしね。経験値は遠距離で3000ちょいか。下手すらキース君より弱いぜ。ハンスも機械を見て育てたいところだね。坂田は上方向に進軍だけど、届かないね。もうちょい動力が欲しいところだな。アルダーおじさんがミサイル撃てそうだから。
下してる奴の削りを任せよう。おじさんの遠距離も鍛えておきたいしな。汎用型だから経験値の割に戦力になってるけどね。おっし、なかなかいい削りだぜ。これならあとはフレデリックのマシンガンでとどめ打てるかな。まあこっちは置いといて、ウレゴが次のターンもミサイル撃たれそうだから、ナタリーさんの持ってるチャフをかけときたいね。砂漠横断の時に余ったやつだな。ポール君の位置からなら届きそうだから、先にポール君で攻撃するよ。中途半端に削っちまうとドリ様に美味しくいただかれそうだが。おお、ミサイルを一発で壊せた。ボール君のミサイルは相変わらずとんでもない威力だぜ。それじゃ改めてチャフを振ろうかな。持っといてよかったなチャフ。こういう時にピンポイントで使えるから便利だね。でチャフもガイド発動するんかい。扱いとしては武器のグレネードと同じなのか。経験値も使用者の遠距離に入るみたいだしね。教えてくれた人ありがとうなんだぜ。これでグレゴは大丈夫そうだから、ボール君が削った相手を殴りに行こう。おお、とどめ打ってくれたな。これでドリ様のハイエナを阻止できたね。だが敵フェーズでグレゴ君が囲まれないか。それは多分自軍フェーズの終わりにドリ様が敵を殴りに行って蓋してくれるから大丈夫だよ。こいつ NPC を手足のように操っている。よし、フレデリックがとどめさせてくれたね。最近フレデリックがよく活躍してるな。まあ武器構成がナタリーと同じで強いし、移動力もあるからね。ある程度以上育てば活躍するのは明らかだよ。さあ敵者をやっつけたから奥のやつを殴りに行けるね。ジャンさん、JJ の格闘組がようやく動けるぜ。ナイスボディ。追撃はなしか。まあ十分な成果だぜ。それじゃ JJ で追撃だね。ボディか腕に当たれば問題なしだな。後ろにはキース君とロイド君が控えてるからね。ナイス撃破。うわ、ダメージ150近いのか。さすがにパンチ性能が違う分、ヤンさんよりダメージ出てるね。経験値もほぼ差はないからな。さてあと敵は上方向に固まってるから、ロイド君も上に向かわせないとね。どっちにしようかな。右のミサイラーにしよっと。左のやつはドリ様が殴るからな。削らない方がいいぜ。おお、ロイド君も一発で腕もげたね。ボール君ほどじゃないが、遠距離も相当強いよな。キース君は下方向の討伐に向かおうかな。まあ上は十分すぎるほど人がいるしな。後半やることなくなっちゃうけど、たまにはいいかな。おお、ドリ様がついに攻撃するぜ。位置も予想通り、文句なしだね。うお、さすがに強いぜ。避けたか？防御力も見ておきたかったんだけどな。まだドリ様に近接攻撃は分が悪そうだな。おっと、ドリ様に果敢に攻撃するアホが一人。ボディへの一撃を避けるとは、テロリストのパイロットにしてはなかなかやるな。よし、狙い通りグレゴにミサイルが来たね。ジャフがあれば優秀なおとり役もできるからな。ほぼノーダメージ。さすがに全回避は無理だったか。おっと、下のアタッカーがぐるっとヤンさんのところまで来たね。ヤンさんの人気に嫉妬。冷静に腕もぎ。さすがだぜヤンさん。パンチ威力とか関係なしにエース確定だね。ハンス君にミサイル撃ったか。結構ヤバくないか。気合で耐えろ。以上。ハンス君にも冷たくねえか。く、ミサイルがもげたか。盾とグレネードがなくなるよりマシか。と敵が大量に集まったところで自軍フェーズ。もうドリ様には一気もやらないぜー。もうちょっとドリ様の戦い見たくないか。獲物は渡さん。坂田、いい削りを期待してるよ。ボディと足をいい感じに減らしたな。反撃もほとんど食らってないね。よし、アルダーおじさん、坂田に続くんだ。今回おじさんは遠距離をよく使うな。格闘はだいぶ強くなってきたからね。そろそろ遠距離も育てていくよ。ここんとこ遠距離の経験値は全体的に伸び悩んでるしな。よしゃー、ナイス撃破。敵が団子になってるからサクサク倒していかないとな。拾ったのはオルゲルボディか。今更だね。資金としても大した値段にならないんだよな。さて、ドリ様前のダルマをなんとかして倒したいところだね。さすがハイエナ部隊キャニオンクロウ。ドリ様からもハイエナするとは恐れ知らずだぜ。撃墜は一匹たりとも譲らんよ。ぬぬぬ、一発しか当たらないか。まあ前段当てても撃破は無理っぽかったぜ。ならばちょっともったいないけど、ボール君でとどめだよ。ボール君のワイルドブースは強いからな。あの位置の敵は確実に葬らないといけないからね。ナタリーさんの倍くらいのダメージがあるぜ。さすがボール君。できれば他の奴の削りに使いたかったけどね。リペアいるか。備蓄が減ってきたからありがたいね。リペア安いんだからもっと買えばいいのに。それじゃロイド君は近距離グレネード行くよ。もうライフルでいいんじゃね。敵はするぜ。ナイスボディ。さすがにスイッチは出ないか。うっへー、腕が一発で吹っ飛んだ。さすがブリザイアパンチってところか。グレゴで追撃しようかと思ったけど、ボ
帯に刺さったら死にかねないから回復だよ。鳥様が攻撃できないように蓋するあたりいやらしいぜ。さてここからどうしよっかねー。敵の部隊が上に固まってるから味方を上方向に寄せていかないとね。ホバーはほんと移動がすごいよなー。あと一発ミサイルが残ってるから撃っておこうかな。こいつはヤンさんと JJ で倒せるだろうし、右のやつを削っとこう。近くからカッコ撃破した方がいいと思うがな。まあまあ、いろいろ考えながらプレイしてるのですよ。すげー遅くせーな。程よく削ったからあとは近接でいけるかな。補給車はロイド君に届かないなー。パーツ修理は次のターンになりそうか。まずは近くのこいつを JJ で攻撃かな。ヤンさんが片腕も入れるし、うまくダルマにしてくれると楽だぜ。狙い通りダルマにする JJ さすが、結構的確にパーツ潰すよな。経験値もいい具合に溜まっていってるね。よしヤンさんで追撃。鳥様に狙われないうちに撃破しといてほしいぜ。よし、ダブルで足もギプス瀕死にしたよ。さてこいつは誰に食わせるか。ハンス君がグレネードを打てるからとどめ打っとこう。経験値も停滞気味だし、育てておきたいぜ。オッケーヒット。やっぱりダルマ相手には外さない印象だな。経験値の伸びもなかなかだね。1パーツ破壊で200くらいもらえるもんな。補給車はハンス君の回復に寄せとこう。だいぶボロボロだったし、回復はさせといた方がいいぜ。最後はキース君でミサイラーを攻撃だね。もう玉切れしてるしパンチは弱いプリソメア。怖くないぜ。ナイスボディ。JJ と比べると20くらいダメージが低い感じか。さすがに格闘専門と比べると威力に差があるね。とはいえ十分すぎる火力だぜ。おっとアタッカーがハンス君に攻撃してきた。縦ガードはできるが、大丈夫か？うおっと危ない。一発腕にそれたおかげで撃破はされなかったぜ。む、片腕もゲタアタッカーが逃げたね。ミサイラーがパンチしてきたが、これは即死はないか。オケオケ、腕に当たったから問題なし。足一発破壊は無理だったか。オルゲルはブリザイアよりちょっと弱いからね。格闘はガチ装備だとみんな同じ腕になるのがちょっと残念だぜ。ふっふっふ、キース君から逃げられると思ってるのかな？オルゲル足装備だったらいけたかもな。そして的確にボディ、こんな戦いさっさと終わらせるぜ。格闘3800、なかなかだね。遠距離はガイドがレベル2なのも心強いぜ。さてこいつは足以外は元気だから、ボール君をワイルドブースで削っておこう。ボール君は削り役としてかなり優秀だぜ。やりすぎて倒しちゃうことも多いけどね。よしボディに2発当てて瀕死にしたよ。ほんと狙ったようにいいとこに当てるよな。程よく削れたところでグレゴの出番だよ。メンバーでは一番弱いが、頑張ってるよな。ナイスでもギアンドスタン、あとはマシンガンでいけるな。ふむー、補給車でロイド君の腕直しつつ、ロイド君はグレネード打っておきたいね。ロイド君のもげた腕って右腕だよな。で右腕はミサイルとグレネード持ってたような。まあ、勘違いしてるっぽいが黙っておこう。ヤンさんの位置にロイド君を持ってこれば、下のやつにグレネード打ちつつ回復できるかな。というわけで先にヤンさんで削っておこう。ナイスでもぎ。むしろブリザイアパンチが残って怖いかもね。それじゃロイド君でグレネードを。って攻撃できないじゃん。やっと気づいたか。まあ今回は攻撃諦めて素直に修理しようぜ。ぐぬぬぬぬ。いやむしろここは攻めるべき。マシンガンなら全破壊で経験値うまうまできる。何が霊夢をそこまで駆り立てるのか。武器などマシンガンがあれば十分なんだよー。そこまでしてロイド君にハイエナさせたいか。オッケー経験値美味しいね。まあ、どうせ次のターンは修理するしかないぜ。さて上にいる味方は全力で前進しとこうね。ぼやぼやしてると鳥様に全部持ってかれちまうぜ。今回移動力足りずに坂田がいまいち活躍できてないね。まあ経験値はカンスト間際だし、育成は急がなくていいと思うぜ。たくさんいたと思った敵ももう残り少ないね。敵が団子になってた分、2、3ターン目でだいぶ殲滅できたからな。ハンス君は残ったミサイルで攻撃。ボロボロなのに休まず攻撃してるぜ。遠距離支援の心得、それはしなやす。まだ腕が残ってるし、敵フェーズでハンス君攻撃されたらまずいぞ。それは心配に及ばず、JJ の追撃でとどめ打てるはずだよ。生地打ち漏らしても囲ってるから移動できないしね。こいつ、そこまで計算して？あ、うん、何にも考えてなかったな多分。親鳥様がダルマに釣られて下に来たよ。これならもうハイエナされる心配はないな。補給車はロイド君の回復ができるように前進させとこう。さすがにパーツは直しておきたいぜ。ペンツは坂田で攻撃。ボスキラー坂田が通るぜ。今日も坂田キャノンが火を吹くよ。最近ライフル撃ってないが、どれくらいの威力なんだろうな。おしゃースイッチ発動。143。JJ のパンチ並みの威力が出るのか。しかもひらりと避ける。ふむー。
ゾイド君も一応届くのか。まさかこの後に及んで回復なしで突っ込むわけじゃないよな。まあフレデリックで攻撃だね。ちょっと安心したぜ。これはなんとも絶妙な削り。フレデリックはよくわからんが削り職人だよな。これはロイド君でハイエナせざるを得ない。回復しねえのかよー。ハイエナは全てに優先する。もうミサイルなんといらんのじゃー。まあ確かにあとは背負いと補給車だけだが。全破壊美味しいです。経験値500。すげえな。ついに最後のスキルが、ロイド君はスキル覚えるの早いな。さてあとは消化試合なので、また尺稼ぎか。そういえばマリサ、ネットリの人がファーストのプレイ動画を始めたんだよ。これはフロントミッションの流れが来てるね。まあ言わずと知れた名作だからな。完走したゆっくり動画がない現状の方がおかしいぜ。しかし嬉しい反面、この動画の存在意義が疑われる時代が到来したということです。いやプレイの方針とかだいぶ違うし、こっちはこっちでゆっくりやればいいだろ。甘いよマリサ、そんなことじゃ群雄割拠するこのゆっくり界隈じゃ、すぐに干されてパリパリまんじゅうの出来上がりだよ。しかも向こうはすでにこの動画の何倍も再生されてて、コメントもたくさんついてるんだよ。いや向こうは何作も完走した人気シリーズだし、再生数を比べる方が間違ってるぜ。嫉妬するんならまずまともにこのシリーズ完走してからしろよ。いやここは動画の差別化を図るためにも、何かしらのテコ入れが必要だと思うのですよ。そんなこと言ったって1000に凝り出すと余計に投稿が遅くなるぜ。ふっふっふ、もっと簡単に差別化を図る方法があるよ。あっちがホモネタで押すなら、こっちはその真逆のユリで押せばいいんだよー。いやその理屈はおかしい。もうちょっと真面目に攻略する方面で頑張れよ。手始めにマリサ熱い抱擁しカルノチ接吻を。ええー、ひっつくなうっとうしい。なんで拒むのさ。マリサは私が嫌いなの。友達以上恋人未満のもどかしい関係なの。友達以上でも以下でもねえだろうが。あ、坂田くんがスピード覚えたよ。いきなりもどんなついていけねえ。やっぱりユリユリイチャラブしたいって。違うっつってんだろうが。まあそれは置いとくとして、もうめんどくせえから置きっぱなしにしといてくれ。イカモノさん、同じゲームを実況する者として応援します。これを機にフロントミッションプレイヤーが増えてくれると嬉しいんだぜ。あちらの方が圧倒的に進行が早い分、しばらくは途中までしか見れなさそうなのがちょっと残念かな。まあクリアしてからゆっくり見ようぜ。さて実況に戻るけど、フレデリックはまた絶妙な削りをしてるね。成長は遅れてないとはいえ、稼げる時には稼いでほしいぜ。ならトール君で追撃しとこう。撃破するもよし、パーツ減らすのもありだぜ。おお、これまたいい感じに削れたね。あとはマシンガンでとどめさせそうだが、ナタリーさんもフレデリックも行動済みなんだぜ。アルダーおじさんが一応届くね。相手はもう虫の息なんだがな。ナイスダルマだったね。まあとどめは次のターンにしようぜ。おっとここでガイド習得。意外と早く覚えるんだな。アルダーおじさんもスキル欄が埋まったね。スキルはみんな結構覚えてるんだが、なかなかレベル上がらないな。せめてレベル2くらいにはなってほしいねー。じゃ最後はせっかくだからナタリーさんの遠距離伝えよう。意識して伝えないとなかなか伸びないぜ。ガイド覚えてるけど、ほとんど使ってないねー。とりあえず削りでばらまくことが多いからな。オッケー全破壊。ここら辺になるとパーツ一つで経験値がすごいからな。ふう、今回はまあ楽な方だったかな。おや、ロイド君が不穏な感じになってるぜ。やっぱり命令違反してでも敵討ちをしたいんだね。だがナタリーさんにいさめられちまったぜ。ナタリーさんは部隊の副隊長だからね。ロイド君のやろうとしてることを見過ごすわけにはいかないよ。心情的にはロイド君を応援してやりたいんだが、これはさすがにナタリーさんが正しいかな。ロイド君、せっかく仇を見つけたというのに、何もできずに指をくわえているしかないなんて。仇討ちなんて無駄なことって割り切ることもできないのにね。う、悔しさがこっちまで伝わってくるぜ。ミッションコンプリート。さて今回の MVP はハンス君です。腕がもげようと攻撃を緩めない姿は後方支援の鏡だぜ。ロイド君も腕もげながら戦ってたけどね。いやあれは直してやれよ。ともあれ犠牲を出さず、ドリ様に一気も撃墜させずにクリアできて、私は満足だよ。敵が結構強かったし、あれうまくすればドリ様撃墜させることも、できたんじゃね。さすがにそれは犠牲が大きいだろうからね、敵軍のだけど。ナタリーさん謝ってるけど、あれはやめるべきところだったよ。ロイド君も少しは落ち着いたみたいだぜ。それじゃ今回はこの辺で。
ご視聴ありがとうございました。皆様ごきげんよう、霊夢だよ。マリサだぜ。ついにカレンの仇、ドリスコルとの対面を果たしたロイド君。しかしすでに戦争は終わり、彼と戦う大義名分は失われていた。処分覚悟で彼に銃を向けるが、ナタリーに制されてしまったのであった。仇を撃つチャンスは果たしてやってくるのだろうか。今は至福の時、負けるなロイド君。さて今日のお仕事内容でも聞きに行きますか。リペア積みくらいはしとけよ。前回ほとんど使ってないしそのままで余裕余裕。そういう油断が悲劇を生むんだぜ。アチャーオルソン大佐にも見られてたか。これは目をつけられたかもしれないな。まあロイド君一人で挑んでも勝てるか怪しいけどな。ミサイルでチクチクすればいけるいける。さて、今回もテロリスト殲滅任務なのかな。場所は山か、また移動のしづらいマップかもしれないぜ。なんでオルソン大佐がテロリストのデータ持ってるんだろう。OCU には優秀な偵察兵とかがいるのかもしれないな。でも正規兵って戦闘はからっきしなんだよね。おやフレデリック、何かあったのかな？げ、フレデリック離脱すんのか？うむむ、フレデリックはこの部隊だとかなり重要な戦力だけど、もともとは民間の記者だし、止めることはできないね。ここでフレデリックがいなくなるのは結構きついぜ。でもコメントだとフレデリックが雑魚扱いされてるのはなんでだろう。多分デュエル覚えないからじゃないか？デュエルがないから使えない、というのは、ちょっと短絡的ではないだろうか。凶悪スキルなのは確かだけどな。ハイエナ役にデュエルなど不要。どうしても狙いたい時はガイドで代用すればいいしな。今回は産地だけあって段差が多いマップだね。ホバーのフレデリックはきついだろうし、ちょうど良かったかもしれん。やっぱりテロリストとの戦闘は戦いづらい地形が多いね。ロイド君も注意してるぜ。気をつけていけよ。うん、ジャーナリスト？ジャーナリストというとフレデリックが真っ先に浮かぶが、まさか裏切ってねえだろうな。むむー、どうなんだろうね。今回もフルメンバー、だけどフレデリックがいないから、2軍から1人出すしかないね。装備から言ってポルンガ以外は無理だろうな。戦力が格闘ばっかになっちゃうな。こんなことならボビーで闘技場稼ぎすればよかったぜ。ロイド、坂田、ナタリーの近距離組の負担が大きくなるぜ。まあ言ってもしょうがないし、今ある戦力で頑張るしかないね。とはいえ、ポルンガは積極的には使っていけなさそうかな。経験値も低いしスキルも揃ってないからな。それじゃあ早速敵戦力チェックといきますか。機体はオルゲル、さすがに最新パーツだぜ。へへ、ヘキサファイア2なんて持ってるよ。坂田と同じ最新のライフルだな。腕なんかに当たったら一発でもげるんじゃないか。段差で足止めしてミサイルで一方的に撃つ方法もあるけど、まあまずは成功法でいこうかな。相手のミサイラーはスカルニモン装備か。弾切れはまず狙えないな。むしろさっき霊夢の言ってた戦法を敵にやられかねないぜ。さすがはテロリスト、正規兵に数で勝てない分、地形を生かした戦いをしてくるね。まあ実際、数はこっちの方が少ないんだがな。ここは初期位置で前にいたポルンガ君を壁として使うよ。機体はグリザイアだから硬いしな。ボール君はできる限り敵を削っておこう。こういう段差の多いマップほどミサイルが重要になるぜ。しかも補給車が動きづらくて補給もしにくいから、無補給で5発撃てるボール君は重要だね。これホバーのグレゴは上に登れるのか？一応一段ずつの道があるから上には登れるけど、かなり移動が制限されるね。右下の孤立した補給車は一体何なんだろうな。でもあそこに人員は割きたくないな。壁が終わったらポルンガ君を走らせようかな。入り口からして移動しづらいから団子になってるぜ。これはうまく敵を寄せないと一方的にミサイル撃ち込まれそうだね。段差で足止めして後ろからミサイル連打か。テロリストらしい卑怯な手だぜ。私はむしろこういう理にかなった戦法を敵が取ってくるとちょっと嬉しくなるけどね。難易度上がるのにか。ゲームはある程度難しくないと楽しくないからね。難易度上げるのにただ敵のステータス上げたりするより、こういう戦術面で難しくなってる方がやってて楽しいよ。もちろん CPU ならではの数に頼った力押しをさばくのも好きだけどね。まあ無駄に硬いだけの敵を配置されるよりはいいか。ストーリーの節目のボスなんかは硬くあってほしいけどね。うん、ブリザイア腕ですらギリギリ一発しか耐えないか。敵が強いライフル持ってると難易度上がるね。各位置で腕が落とされるとおいそれと殴りに行けないからな。さてこのターンで味方を上の方に上げておきたいね。まず近づかないと攻撃すらできないぜ。ポルンガ君は十分仕事したから逃がしたいね。その後は下にいる補給車の撃破か。とりあえずロイド君は上に上がってグレネードで。本日のとりあえずロイド君入りました。近接して一気にダメージ与えたいところだけど、プロジオン腕じゃライフルに耐えられなさそうだからね。ボディに刺さったらヤバいしな。空いた場所にポルンガ君を逃がしておこう。むん、アイテム持ってないのか。まああとは補給車の相手するだけだし問題ないぜ。キース君は硬いからいけるはず。それでもボディに当たったらまずいぜ。よし腕ならオッケー。ナイスボディ、これなら次に落とせそうだぜ。まあこいつはミサイルかなんかで倒すとして。
ヤンさんは奥のやつに届くね。ここで突出するのは危険じゃないか。ヤンさんならいける。ほんと霊夢はヤンさん酷使するよな。ファースト、スタン、ダブル、完璧だね。期待に応えすぎだぜヤンさん。この運用法でよく今まで撃墜されなかったもんだ。ヤンさんが一番危なかった場面は地獄の壁かな。あれはボディにクロスとパンチが刺さってたら死んでたな。さて次はポール君だね。今回の主力だからな。重要な一手だぜ。まあヤンさんが削った相手を攻撃しとこう。スタンしてるし放っておけばいいのに。とはいえケレースを消費してまで奥のやつ削る意味は薄いかなと。ミサイラーをあんまり前に出したくないしな。よしよし、ほどよく美味しくなりました、と。いつの間にか遠距離7000か、強いはずだぜ。そろそろキース君が削ったやつのとどめ打たないとね。ハンス君が経験値遅れてるし、食わせとこう。射程が短いからこのミッションで活躍は難しいか。射程4もあれば十分だよ。ちぃ、とどめは打てなかったか。腕は萌えだから経験値はうまいんだがな。ズレゴはやっぱり段差で移動しづらいね。こればっかりはしょうがないぜ。坂田は一歩届かず、ナタリーさんはギリギリミサイルが届くかな。これでとどめ打ってほしいところだぜ。まあ、さすがに大丈夫じゃないかな。お、ついでに腕も壊してくれたぜ。経験値美味しいです。もうすぐ遠距離3000か、だいぶ育ってきたな。やっぱりミサイルを使えてこその汎用型だもんね。JJ はなるべく前進して壁になっておこう。硬いからミサイルが飛んできてもかなり耐えるしな。味方がかなり団子になってるね。次のターンが本格的な戦いになりそうだぜ。さて敵フェーズ、ミサイルはどれくらい飛んでくるかな。まず一発目はヤンさんか。JJ よりは柔らかいしね、狙われるのは仕方ないかな。ガードで56減衰はさすがだぜ。ふむ、それほど痛くはないかな。だがミサイラーは大量にいるからな。連打されるときついぜ。ヤンさん2発目、ボディ集中だけは勘弁してくれよ。もう一発くらいはいけるか。だが縦持った左手が削れてきてるぜ。次は JJ か、タゲ分散して助かったね。スカルは何気にドンキーデラックスと攻撃力1しか変わらないからな。オケオケ、腕でダメージ吸ったね。さすがブリザヤ。よしよし、なんとか敵フェーズを乗り切ったね。敵が団子になってるな。攻撃しづらそうだぜ。早く倒していかないとまたミサイル連打食らっちゃうしね。まずはグレゴで瀕死のやつにとどめを打っておこう。そこのやつを倒さないと奥のに攻撃できないからな。むむー、とどめはさせなかったか。てダブルッター、最初からスキルレベル2なのもポイント高いぜ。グレゴ君は相当優遇されてるっぽいね。ちょっと育てればスキル揃って無双できそうだもんな。ダルマはロイド君が美味しくいただいておこう。ロイド君の近距離はもう十分すぎるほど高いしな。ほんと最近は経験値美味しいね。チーゲなくても経験値不足はなさそうだぜ。 JJ は段の上に登って敵を攻撃だね。まだ HP にも余裕があるしな。よしよし、腕破壊して反撃封じたね。だが相手は両肩ミサイラー。まだ無力化できてないぜ。位置的にあとはミサイルでしか攻撃できないか。というわけでポール君頼んだ。残弾が順調に減ってるが、補給タイミングが難しいな。狙ってないのに狙ったように腕を落とすのはさすが。火力はチーム1と言っても過言じゃないぜ。坂田がスイッチ発動したらそれ以上だけどね。やっぱり段差のせいで攻めあぐねるね。ここはナタリーさんでアタッカーの始末をしとこう。ナタリーさんも柔らかいが大丈夫か。ここは右腕狙いで反撃を封じるよ。しか、ナタリーさーん。しかも反撃で腕吹っ飛んじまったぜ。むずぐず。やっぱりデュエルレベル1はバッチだったか。ヤンさんは一応奥のやつを攻撃できるね。いや結構ボロボロだし回復しないとまずくないか。ヤンさんならなんとかなる。身横のせいか。確かにすごいが、次のミサイル連打に耐えられるか。経験値ももうすぐ8000だね。特化型は成長が早くていいな。キース君は、ミサイルで少しでもアタッカーを削ろう。あいつをなんとかしないとナタリーさんがヤバいぜ。おっと、いつの間にかガイドレベル3になってるんだね。これなら気軽に狙っていけそうだぜ。おお、うまい具合にボディが削れたね。これならこのターン中に倒せそうか。坂田は届かないなぁ。機動力もそこそこあるんだが、こういう場面が多いな。ボルンガ君は敵輸送車に近づいとこう。鈍足なせいで近接はできなかったぜ。それでハンス君でアタッカーを始末しとこう。ミサイルはまだ必要だからグレネードで、ケチる場面でもないような気がするぜ。さすがにナタリーさんも一発くらいは耐えるでしょ。でうまくボディに刺してとどめ打てたな。ハンス君やるじゃない。さて残るはアルダーおじさんだけど、左から回り込んでくるやつを迎撃かな。今右に向かっても詰まってて攻撃できないからな。射程ギリギリから狙えば次のターンに降りてきて、反撃できるんじゃないかな。そううまく動いてくれるといいかな。
よしよし、これならボディにパンチ刺されば倒せるね。こういうことができるのが汎用の強みだぜ。パンチ威力は特化型より弱くてもそれを補う動きができるからね。補給車も進めたいけど、アタッカーの攻撃範囲にいるからやめとこう。このミッションで補給ができないときつそうだからな。むむ、アタッカーがヤンさんに攻撃してきたか。だが返り討ちだぜ。ダメージ食らわなかったのは良かったね。む、崖上のアタッカーは降りずに右に行っちゃったね。それよりヤンさんがまたミサイルのターゲットになっちまったぜ。盾が抜けてるナタリーよりマシと考えよう。ヤンさんの盾も破壊寸前じゃねえか。だがあと一発は盾ガードできる。ってミサイラーが殴りに来た。ミサイルよりはマシなのか？ぐ、足か。へぇ、ヤンさんの足がもげちまったぞ。ボディよりマシだけど、これはきついね。ミサイラーもヤンさんと同じゼロアウデだからな。まだミサイルが来るね。これはさすがに耐えきれないんじゃ。やば、ボディがもう大破寸前だよ。だから突っ込ませるなとあれほど。耐えた。とはいえ逃げ道も塞がれてヤバい状況には変わりないぜ。まずはヤンさんを逃がすために道を塞いでるダルマを処分しなきゃね。足も潰れてるし無事逃げ切れるか。ぐう、ここはボディに当てて欲しかった。こればっかりは仕方ないんだぜ。あとミサイル一発で倒せるか怪しいね。ポール君ならいけるだろうが、他のやつの削りに使いたいところだぜ。グレゴはホバーがネックになって全然移動できないね。ここもダルマが嫌な位置に蓋してやがるぜ。ならナタリーさんでミサイル削り切れるか。相手の機体はかなり硬いラットマウント、ちょっと無理かもね。さすがに残ったか。ハンス君のグレネードあたりでとどめ打っておきたいところだけど、ちょっと届かないかな。唯一届く場所はむしろ近接攻撃したいしな。というわけで逆立て攻撃しつつ様子見だね。うぬぬぅ、腕がギリギリ残ったか。今回は敵の耐久もあってかなり難易度高いんじゃないか。 TM 走しなけりゃここは結構な山場になりそうだぜ。産地だけに微笑み村に帰れ。むぅ、味方が団子になって攻撃が届かないね。手番はなるべく減らしたくないから、なんとか無駄移動なしで切り抜けたいぜ。ここは相手ヤンさんで攻撃か。というのはさすがに無謀だからロイド君のケレースへ行っとこう。さすがに無茶はしなかったか。全破壊はできなかったか。うまく一発目をボディに吸われちまったぜ。遠距離4500、ボール君にだいぶ離されちゃったかな。いや、さすがに遠距離特化と比べるのは酷だろう。ハンス君は3000台だけどね。それにしても蓋してるダルマが邪魔だな。ここはちょっともったいないけど、ボール君のケレースでとどめ打つか。今 JJ のいるマジからグレネード届くのに気づいてないみたいだが、まあ黙っておくか。ついに一発100を超えたか。マジで全員ミサイルだと超ぬるゲーになりそうだぜ。難易度的には全員ミサグレが一番楽かも。昔やった時の戦法だな。よし、一歩だけでも逃げておこう。これこのターン耐えきれるかわからないぜ。蓋が消えたおかげでグレゴがようやく進軍できるよ。道が繋がってさえいれば移動に不自由はないな。移動力自体は高いからね。よし、ナイスでもき。だがまだヤンさんに撃たれそうだぜ。 JJ も前に進んで攻撃だよ。できればとどめ撃っちゃってくれると助かるぜ。おお、ダブルでボディ瀕死にしたよ。これならハンス君のミサイルでとどめ撃てるか。ここで落とせればヤンさんの生還率もぐっと上がるね。ハンス君責任重大だぜ。オッケー、きっちりとどめ撃てたね。これは少し希望が持てたか。おお、遠距離がロイド君に並んだね。さすがに成長は早いぜ。アルダーおじさんは前に進めてっと。最後はポルンガ君で補給車を殴っとこう。ここに人員を魚っていいから、ポルンガ君の働きはある意味一人分の仕事をしてるんだぜ。ポルンガ君がいなかったらグレゴあたりが言ってたのかな。そうするとグレゴの経験値が伸びないから、かなり重要な働きと言えるな。それじゃこのターンは終了かな。果たしてヤンさんは生き残れるのか。お、ミサイルが逆田に。これは助かるぜ。ヤンさんもミサイル2発はちょっと無理そうだからね。よし、逆田キャノンは守りきった。ライフル一丁でも戦えなくはないだな。と今回はヤンさんにミサイル飛んでこなかったね。奇跡の生還だぜ。私はヤンさんを信じてたよ。だがちょっと無謀すぎる采配じゃなかったか。あそこでヤンさんが突撃したことで1ターンは縮んだよ。結果的にみんなに向かう危険が減ったんだから、 OK OK。 まあ結果オーライか。ぶっちゃけ撃墜されてても戦況は変わらないし、ひでえな。おい、前衛アタッカーが撃墜されることを恐れちゃダメだよ。なら JJ みたいに固くしてやれよ。坂田君よりは腕の分硬いんだから文句言ってはいけない。とポール君はこいつにアンチからミサイルだね。段差でアタッカー封鎖はよく使う戦術だぜ。こういう段差の多いマップだと便利だね。
おっと一発でダルマにしちゃったか。ボール君も成長が止まらないぜ。さて山場は越えたし、あとは順番に始末するだけだから、本日の尺稼ぎ始まっよ。いやいやちょっと無理やりにねじ込んでねえか。今回も米変身をしていこっかな。ちょっとほっとしたぜ。接敵してから考えられるのは戦術だ。確かに、全体のマクロな動きを戦略、ここのミクロな動きは戦術と、いうのが正しいのかな。まあセリフ入れてる時の言葉選びはあんまり深く考えてないから、ちょいちょい間違ったこと言ってるかもだぜ。ファーストのことをスピードって言っちゃったりね。ああ、あれは頭の中で単語がすり替わってると、指摘されるまではなかなか気づけないんだぜ。OCM の悲劇は繰り返さないように注意しないとね。恥ずかしいんだから蒸し返すなよ。それじゃ次、ワイルドブースは説明書読めば嘘そうなのがいい。面白いやつだな。気に入った。殺すのは最後にしてやる。どんどん行くよ。無理にネタ入れなくても良いのよ。まったくだぜ。尺稼ぎタイムを無理に入れるとか本末転倒だぜ。でも尺稼ぎタイムが作ってて一番楽しいんだから仕方ないね。あと画面見ずにパパッと適当なことを言ってるだけでいいから、真面目に実況するより楽ってのもあるぜ。ヤンさんお休みですか。ヤンさんの人気に嫉妬。かわいい、強い、お姉さんと三拍子揃ってるもんね。このミッションでもそうだが、ヤンさんいるといないとでは、難易度が激変するからな。でも人数少ない時は汎用型をなるべく出したいジレンマ。坂田、JJ の方が出撃優先度が高いから、ヤンさんは割を食いやすいんだぜ。今回はそんなヤンさんファンにも納得の一戦だったかな。むしろヤンさんの使い方のひどさに辟易してるかもだぜ。まさに、横取りってか、ここにも微笑み村の住人か。個人的にはこういう米大好きなので、どんどんしちゃってください。そして2周目を見た時に責任するがいい。こういう米は今後も拾っていじってくかもな。ホモの反対がユリとは限らないぞ。確かに、ホモの180度反対はノンケかもしれない。つまりユリは360度反対だったんだよ。それ同じ位置じゃね。電子のスピンとかと同じく、ヘテロ、Y 曲線は720度で一周するんだよ。ちょっと何言ってるかわかりませんね。今回の米返しはこんなとこかな。みんないろんな米ありがとうだぜ。やっぱりコメントされると嬉しいからね。毎日全動画の米が増えてないかチェックしてるよ。それはちょっとやりすぎだと思うのぜ。さて、尺稼ぎの時間は終わったし、実況に戻ろうぜ。何を言ってるのかなマリサ。いやごくごく普通のことを言ったつもりなんだが、まだユリ成分を補給してないでしょうが、補給線でいい。とはいえいざユリにしようと思うとなかなか難しくもあるね。ならやらんでいいだろ。ということでマリサに尺稼ぎのネタを無茶ぶりしつつ、マリサの困ってる顔でも眺めてホクホクしとこう。お前だいぶ性格悪いな。さあマリサは何して尺を稼いでくれるのかな。じゃあ第5回アンケートでも、みんなは東方キャラは誰が好きなんだぜ。なんでそんな今更なネタを。いやまあ人気の高いキャラはゲストで呼んだりとかもできるし。しないよ、絶対しないからね。私とマリサがいれば他はいらないじゃない。そこまで否定しなくてもよくないか。特にアリスとかが来たら私的に非常に困る。霊夢そんなにアリスと仲悪かったか。この鈍感スケコマシまんじゅう、特に理由のない暴言が私を襲うぜ。さらにメタなことを言うなら、3人実況とか超作りにくいんだよー。本当にメタだな。ついでに顔のフォーマットが違ってたりすると、うつ主が発狂するんだよ。A 型は変なところで細かいな。あと顔のフォーマットなら私たちの方で合わせるって手もあるぜ。それは無理らしい。なんでだよ、あっちは表情差分も多いぜ。霊夢はともかく、マリサはへちゃむくれなこの顔が好き。だってさ、へちゃ、それはちょっと失礼じゃないか。まったく失礼しちゃうよね。霊夢はともかくなんて。霊夢はいいのかよ。とはいえ、やっぱりこの動画の視聴者が誰が好きなのかは、ちょっと気になるかもね。まあ霊夢、マリサのワンツーフィニッシュなのは間違いないと思うけどね。ちょっと待て、なんで霊夢が1位なんだよ。まさかマリサが人気で私と渡り合うつもりとでも。いやいやここは譲れないぜ。ふっくんいいじゃない。ここは白黒はっきりつけとこうか。というわけでたくさんのコメント待ってるんだぜ。そして一桁集計というオチも期待してます。おーっと霊夢がハードルを下げに行った。まあこの結果いかんで私たちのパワーバランスが変わりかねないからな。ひょっとしたらプレイヤー交代もありうるぜ。とここまで引っ張っておいてフラン1位だったらどうしよう。ありうる。さすがにそろそろ実況に戻ろうか。そうだな、あとは視聴者に託すぜ。残りは敵3体と補給者だね。結構手間取ってるな。序盤でナタリーさんの腕がもげたのが痛いかな。フレデリック不在がボディブローのごとく効いてるんだぜ。この分でフレデリックがいかに重要なキャラだったかっていうのがよくわかるミッションだったね。
早く戻ってきてほしいぜ。ボール君もケレースが切れてて攻撃できないね。補給したいが、位置的に次のターンは無理だぜ。さすがにもう2ターンもかからないだろうしね。オプトロイド君うまく避けたな。マシンガン一発70。モードリ様くらいの火力あるんじゃないかな。やっぱり経験値の乗ったマシンガンは凶悪だぜ。むう、こいつは腕直されちゃったか。経験値はうまいが、補給車を早めに始末しないとぐだるぜ。グレゴも一発で腕吹っ飛ぶのか。今回敵の火力がほんと高いぜ。やっぱりティーゲなしだと結構難しい難易度なのかな。ここんとこ機体のセットアップもしてないし、そろそろもっといいパーツにしたいぜ。さてロイド君は削った相手にグレイアイで攻撃だよ。ダルマにもできそうだしな。お、初スピード、これは期待。強い、弾が一発増えるだけでダメージは段違いだぜ。ちょっとスピードを甘く見てたかも。発生率も高めみたいだし、増えるより先に取るのもありだったかもだぜ。やっぱりファーストはスキルが強いね。オッケーナイス撃破、トントン拍子で倒していけるな。だいぶ敵も削ってたしね。JJも早めにこいつを倒してほしいところ。ボディに一発刺されば終わるんだがな。腕、足は確定で落とすパンチは強力だからね。おっといいところでダブル発生だぜ。あとは補給車を残すのみだね。まずはグレゴで削り、腕が片方潰れててダブルが出ないのが残念か。今回グレゴも結構頑張ってたよね。ヤンさんが撤退した後の穴をうまく埋めてくれた感じだぜ。よし最後はハンス君のグレネードでとどめ。まあさすがに外しはしないだろう。122、ハンス君のグレネードもなかなかの威力になったね。レベルアップ。今回でかなり成長したかな。早くポール君ぐらい成長してほしいぜ。まあ特化は育て始めれば早いからすぐだよ。いやー今回は苦労したね。地形、敵の硬さ、攻撃力と苦戦する要素が詰まってたな。おっとハンス君がテロリストのアジトを見つけたみたいだね。とはいえ、襲撃前にもうちょい準備が必要だぜ。無理していけなくもないけど一旦戻って準備するのが正解だね。おっと、ようやく新しい街に行けるみたいだぜ。次は久しぶりのセットアップかな。ミッションコンプリート。さてさて今回の MVP は文句なしでヤンさんでしょう。相変わらずのスキル無双に加えあの地獄を生き抜いたのはかなりポイント高いんだぜ。実際の能力以上に頑張ってる感じがするね。運にも助けられたぜ。ここしばらくセットアップがなかったから早くお店に行きたくてうずうずだよ。ミッション連続で資金もたっぷりだぜ。さすがに今回は稼ぎなしでも大丈夫かな。闘技場にも行きたい気持ちはあるんだがな。おや、最近オルソン大佐が出迎えてくれることが多いね。キャニオンクローヘの評価もうなぎ登りってことだぜ。待遇も最初に比べるとだいぶ良くなってるのかな。それじゃ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。皆様ごきげんよう、霊夢だよ。マリサだぜ。タッカーさん地に潜伏していたテロリストを殲滅したロイドたち、ついに敵のアジトを発見するが、まずは襲撃の準備のためソレイトの町へと足を運ぶのだった。なんと4ミッションぶりのセットアップ、これは期待ですな。敵の火力もヤバくなってきてるし、しっかり強化しておきたいぜ。ということで早速ショップへ行こう。おっ買い物、おっ買い物。さてどれだけ強化されてるかな。そういえば最近聞いてなかった店長のお話でも、テロリストの話か。まあ OCU、USN 半々に分かれてる現状は何とかしたいかもねー。しかし独立とはまた思い切ったことを考えるな。さてそれじゃロイド君からセットアップしてくよ。ここんとこ耐久力不足な感じだったぜ。ここに売ってるのは以前のパーツの改良版なのか。HP はかなり上がってるが、それ以外の変化は少ないな。数も少ないし、これは罠ショップの予感。いや罠ってどういうことだよ。ここでお金を消費させてすぐ次にいい店を出すという、スクエアを得意の時間稼ぎ法だよ。じゃセットアップはしないのか。まあ HP 増えるのは大きいから前衛はやっぱり買い替えとこう。次にどんな敵が出てくるか予想できないしな。プロジオンの上位のペルゼア意識かな。悩む必要がないのはある意味楽なのか。ブリザイア2のパンチは79、ブリザイアとほぼ差はないね。格闘組の火力強化は見込めないってことか。まあ火力上げる必要もないほど強いけどね。ブリザイア2の足は移動力16か、これくらいなら使ってもいいかな。耐久力は圧倒的だしな。コンピュータは一種類の数値が高くて他はそこそこなのか。性能としてはなかなかだぜ。命中率低めな遠距離強化が妥当かな。平均的に高いプロジオっててもあるぜ。とはいえ前回撃ってた近距離、回避99のが優秀だから、他の近距離タイプは買い替える必要はなさそうだね。
ロイド君は前回変えてなかったもんな。というわけで遠距離重視のエルワクトに決定。バックパックも一つ上のが出てるね。ここら辺に来ると出力銃の差はほぼ誤差だぜ。さて、こういう店は武器が強くなってるというのが相場なのです。マシンガン4発発射でこの威力はなかなかだぜ。これはブラックスター一択かな。いつものごとく、モストロ3は趣味の領域か。おお、ミニ RR はかなり威力が上がってるね。だがショットガンもこの威力で命中高いのはありかもだぜ。そしてバズーカもかなり強化されたね。このショップは武器だけ入れ替えってのもいいかもしれんな。まあ左手はマシンガンがいいね。コマンド選択順の意味で、というわけでブラックスターにしておくよ。まあこれは悩むところはないな。左手はサンダーボルトバズーカだね。これはとりあえずロイド君がはかどるぜ。さて肩装備ですが、前々回右腕もげた時に、ミサイルとグレネードは装備する腕を別にした方がいいと思ったよ。確かに、片腕もげてる時は遠距離を置きたいことが多いな。というわけでミサイルとシールドの位置を変更。ミサイルは、クレインが残弾、射程から考えて使いやすいかな。あまり大きな変化はないかもな。ワイルドグースは威力ほぼ同じで射程短いだけだからね。運用次第ではまだいけそうだぜ。ま、ロイド君はクレイン装備しとくけどね。射程範囲が広くて使いやすいしな。さて、ロイド君は終わったからあとはいつものごとくカットなんだぜ。それじゃセットアップ報告いくよ。縦が右だと顔が見やすくて地味にいいな。坂田は坂田67式階にアップグレード。あとは盾とライフルも更新だな。坂田キャノンの威力があんまり変わってないのが残念かな。一発34から37だぜ。ナタリーさんはペルゼア一式に武器を新調。ライフルの代わりにショットガンにしたぜ。これならデュエルも多少マシになるかも。キースは保有。攻撃力は変わらない感じだったから、まだこれで行くことにしたぜ。しばらくは遠距離メインになるかも。JJ はブリザイア2一式だね。圧倒的な硬さを誇るんだぜ。足も移動力16なら使っていけるしね。ヤンさんはペルゼアボディと足にブリザイア2で、ガチ装備でヤンさんの真の力を解放するぜ。余剰出力から来る移動力で一気に相手の喉元に食らいつくよ。ボール君も保有。硬さは十分だし、射程の穴も気にならないしな。ハンス君はバズーカとミサイル、盾を更新。ミサイルの射程が伸びてだいぶ使いやすくなったぜ。グレゴも保有。ちなみに保有したメンバーも盾とバックパックは更新してるぜ。アルダーおじさんも保有だね。意外とゼロアボディみたいなバランスのいいのがなかったんだぜ。まあしばらくは遠距離を鍛えようかな。フレデリックの抜けた穴を補うためにボビーを投用。ブリザイア2一式にペレゼア足、実はガチ近距離装備だぜ。経験値が低い分は装備で補わないとね。疲れたー。さあ飲み行こうぜ。その前に今回はキャラステータス画面のチェックもしとくよ。ああ、スキルレベルとか全然把握してないしな。ロイド君はガイド2であとは1か、スキルレベルはなかなか上がらないぜ。坂田は早くデュエル2になってほしいなー。狙わないと上がらないのか？ナタリーさんデュエルよりガイドが先に上がっちゃったね。全体的にレベル低めだぜ。キース君ダブルがまだ1だったのか。あんだけ出しておいて。JJ はファースト2だね。でも発生率は結構高い気がするぜ。そして驚きの新事実、ヤンさんのダブルとスタンは1だった。その割に発生しすぎだろ。ボール君はまあわかってた。ガイドとデュエルは発生時にレベル表示されるからな。ハンス君も同じく、後から覚えたキース君にレベル負けてるとか。むしろキース君はダブル頑張ってあげて、グレゴはもう上がらなくても十分なんじゃないだろうか。ヤンさん奥行かねないぜ。おばさんはまあ戦うことないし、のんびり余生を過ごしてほしいんだぜ。ラルフってスタンとダブル覚えてたんだ。近距離かと思ったらガチ格闘か。おじさんスタンになんだね。通りでよく出るわけだ。さらっと流される遺品が不憫すぎるのぜ。ボビーはスキルなしなんだね。スピードくらい覚えててくれたらよかったのに。ボルンガは闘技場でダブル覚えてたね。とこれで全部だね。全体的に思ったよりスキルレベル低いんだな。ヤンさんなんか全部3くらいになってると思ってたよ。さてと、久しぶりに酒が飲めるぜ。ほぼ毎日飲んでるじゃん。晩酌は濃感なんだぜ。ふむふむ、ここら辺は鉱山で栄えてたのか。そして廃校がテロリストの巣窟に。なんかスカイリム的な世界観を感じる。あの世界はどこにでも盗賊がいすぎだぜ。ほう、じゃあ酒代をかけて闘技場でも行くか。さすがにかわいそうだよ。はしまにゃ。
というと近々のミッションでとか作戦とか出る？そのくせ橋の話題出さねえんだな。あれひょっとして酒場の話題ってちょくちょく変わったりするのかな？これはもっと酒場へ寄れというフラグなんだぜ。まあそれは置いといて任務任務っと。ぜ。それだけかい。まあ他に言うこともないぜ。おっと今回は超ガストがまた出るみたいだね。敵のディフェンスが9999になってるんだがこれは、まあこの数値なんてほぼ当てにならないし、どういう基準で出してるんだろうな。どうせ総 HP とかでしょ。さて、準備は万端だからセーブをしてっと。今回セットアップ少なめだったからな、難易度高いかもだぜ。まあ全滅したらまたやり直せばいいだけだし、やっぱりその考えはどうかと思うぜ。敵配置とか知ってれば対策なんていくらでもできるからね。今のとこやり直したのはパルンタ砂漠だけだが、今後はどうなるかな。よしそれじゃテロリストを駆逐するぞ。これで決着がつけばいいんだがな。テロリストにそんな人数いるのかな。ハフマン島独立の目的を持って戦ってるから、結構同調者がいるのかもしれないぜ。先手必勝、相手に気づかれる前に終わらせるぞ。いやすぐ気づかれて反撃してくるだろ。出撃人数は11人。ボビー君をセットアップしてよかったね。ホルンザ君をまた出すのは結構きついところだったしな。格闘はじっくり育てないとなかなか強さ発揮できないしね。よしそれじゃ張り切っていこう。見事返り討ちってのも期待してるぜ。だからマリサはどっちの味方なのさ。おっと気づかれたか。まあ本当に奇襲成功して相手動かないなんてことはないだろうぜ。ってなんかチラッと見覚えある機体が。け、マジで裏切ってたのか。まあとりあえず敵戦力チェックから行くよ。機体はフリューゲル、オルゲルの上位版だぜ。武器はドンキーデラックスか。一問のみだから弾はすぐ切れそうかな。パンチはフェルデアで威力低めなのは安心だぜ。ここは3人ともミサイラーか。うわここは随分敵が密集してるな。こいつもミサイラーか。全力で攻めると外にいた3機と同時に攻撃されそうで怖いぜ。で、ゲンツはやっぱり変わってないみたいだね。攻めて機体をフリューゲルにするとかしてやれよ。で、さっきからチラチラ映ってたこいつはやっぱりフレデリックだったか。こうして見ると味方がいかに強いかってことがよくわかるね。でこいつもミサイラーと。ちょっとミサイラー多くない？お、超ガストがいたね。HP は、高いといえば高いが大したことないぜ。マシンガンだけじゃなくてキャノンも持ってるね。威力が気になるぜ。この2機もミサイラーか。ひょっとしてこいつら全部ミサイラーか？いや1機だけアタッカーがいたね。機体はオルゲル、エンツと同じだぜ。ここの3人は全員アタッカーか。ミサイラーが全部で8機、しかも範囲の広いドンキーデラックス。その上固まってるから集中砲火は避けられないな。弱持ってきてないんですが、おやおや、屈辱のリセットですか霊夢さん。むここは JJ の硬さを生かした壁で、相手の弾切れを狙うよ。いや、それを狙うにはちょっとミサイラーが多すぎじゃないか。とはいえ、弱がない以上他に手はないしな。敵を釣り出そうにも相手が団子になってやってきそうだぜ。相手の作敵範囲に差があったりすればうまく釣れるんだろうけど、当然相手の AI なんぞ知らないわけで。まあダメだったらやり直すさ。クリアまでに全滅回数どんだけ増えるかな。でマップ見て気づいたんだけど、ここってどこも段差に異常あって補給車が降りられなくない？補給車だけじゃなく、グレゴも戦いに参加できないぜ。これはかなり苦労しそうな予感。逆に着さえあればヌルゲーに早変わりしそうだぜ。まあ近づかないとどうしようもないからとりあえず前進かな。今回接敵するまでにかなり距離があるもんな。とまあ移動はこれくらいかな。さて敵はどう動いてくるか。やっぱりほぼ全員突撃型 AI か。おっとフレデリックが話しかけてきたぜ。おやこれは戦わなくていいのかな。ぶっちゃけ相当厳しい状況だからな。戦闘やめたいぐらいだぜ。でまあそういうわけにもいかないよね。とにかく相手ミサイラーが全部突撃型 AI と分かった以上、釣り作戦は無理ということだね。ヤンさんがいつものごとく突出してるが、危なくないか？まだミサイラーの数が少ないうちに弾薬を消費させておきたいからね。とはいえ、次のターンには前期からミサイル撃たれそうなんだが、3ターン目はまあ、運ゲーになるのは仕方ないかな。4ターン目に降り注ぐミサイルが少しでも減ればいいね。JJ とヤンさんがドンキーデラックスに何発耐えるかが問題だぜ。それと、なるべく一人には集中しないでほしいね。さすがに8連発は無理だろうからな。ついかこれを作戦と言っていいものなのか。まあ、何人か撃墜されるのは仕方ないかもしれない。皆さんはミッション22をプレイするときは着を用意しましょう。さて始まるよ。うわぁわらわらと寄ってきたぜ。ミサイル部隊が固まって遠距離連打ってのは、確かに有効なんだけどこれは露骨すぎじゃないでしょうか。まずは一発目、どれくらい食らうか。
当たりどころが悪いと3、4回で死にそうだね。ヤンさんのボディはそんなに硬くないしな。言ってるそばから2発目来たよ。このターンで何発撃ち込まれるんだろうな。腕にうまく分散して今回は被害軽微かな。っていうか次のターンはもっと激しい弾幕が飛び交うんだろ。3発目、いや相手がクレーン装備してなくてよかったね。さすがにそれは着なしで行こうとすら思わんぜ。ふむ。ヤンさんでこれなら JJ はもうちょい行けるかも。このターンはしのいだか。位置的に敵を減らすのも無理っぽいし、このターンの敵フェーズは地獄絵図になりそうだね。坂田も前に出すんだな。うまくすればタゲ分散も狙えるからね。トロイド君は頭数減らす目的でミサイルだよ。狙わないんだな。命中率落ちる関係か。狙ってもなかなか落とせないしね。それならばらまいてダメージが集中するのを狙った方がいいかなと。ヨシアンさん、一気なんとしてでも落とすんだ。回復した方がいいんじゃね。もともと無茶な作戦だし守ったら負ける。ぐ、足か。しかもボディ入っちまったぞ。この被弾はかなり痛い。あ、これヤンさん死んだわ。JJ は全速前進でおとり位置に。だが硬い分、敵に狙われづらいから、ヤンさんに行くミサイルのタゲ取るのは無理だろうぜ。キース君も前に進めたいけど、敵のミサイル範囲内に行くとタゲ取っちゃうから悩ましい。キースが落ちたら軍の殲滅力がだいぶ落ちるからな。これだけ離せば大丈夫かな。仮にミサイル飛んできても1、2発だろう。他は次ターンから攻撃できるようにとにかく近づいておこう。随分左側を目にするんだな。右はロイド君と坂田で火力が高いからね。あとはハンス君が遠距離支援すれば間に合うんじゃないかな。坂田が落とされたら成立しない話なんですが、それはまあ作戦立案時点でちょっと運が悪かったらダメなことは分かりきってるからね。それはもはや作戦とは言わん。さて一発目。さっき攻撃したせいでボディ半分しかないんだが。ヤンさんが何発耐えられるかで今後が決まる。撃墜前提かよー。おっと JJ に来た。これは狙い通りか。アジリティはヤンさんより低いからちょっと不安だけどね。だがこの HP は圧倒的だぜ。もうちょっとでドリ様にも届くね。2発目来たよ。位置的に JJ にかなり飛んできそうだぜ。このターンでかなり前に出れてよかったね。でちょっとボディ集中しすぎじゃないか？これは想定外かも。あと1、2回ボディに集中したら落ちそうだぜ。今度は近接か。さすがに反撃はリスクが高いから防御するよ。オルゲルパンチがボディに刺さらないことを祈るぜ。オッケー腕に行ったね。しかしガードしても40食らうんだな。おっとヤンさんにまた来た。耐えられるか？まだもうちょいは頑張ってほしい。押し、足にそれたぜ。この HP でどこも壊れてないのはかなり運がいいのかも。と、JJ3 回目だね。ヤンさんも頑張ってるんだ。JJ なんとか耐えろ。よしボディには当たってないね。できればまだ無傷の足に行ってほしいところだぜ。JJ4 回目、いつまで続くんだこの地獄は。右腕は盾装備してるから壊れてほしくないね。その前にボディがすぐにでも壊れそうなんだが。JJ5 回目、まだか、まだ終わらんのか。両手がもう大破寸前だよ。盾が潰れたら一瞬でやられかねんぜ。とヤンさんにパンチか。まあここはガード安定だぜ。ミサイラーのパンチならほぼ無効化できるね。ちょっと安心だぜ。よしゃ二人とも撃墜されずに3ターン目突破。ヤンさんと JJ は全力で逃げろう。パーツの回復も忘れちゃダメだぜ。とりあえず一番きついターンを乗り切ったわけだけど、敵の弾切れまであと1ターンあります。さすがに敵の数もそんなには減らせないだろうしな。ここで壁役をナタリーさんに交代。 JJ よりだいぶ柔らかいが大丈夫か。とはいえキース君は機体が古いから壁は無理だしね。硬いボディが届かないのが痛いぜ。ここは反撃でダメージもらいたくないからミサイルで。ミサイル撃ち込まれた数から考えると、あと弾が残ってるやつが5機はいるのか。近接してきたこいつも残ってるから6機だけど、こいつはすぐとどめ撃てるからこのターンも5回撃たれるのかな。位置的にナタリーさんに集中しそうだが大丈夫なのか。まあかなり生存率は低いとだけ言っておこう。さてロイド君は弱ったミサイラーにとどめ撃っとこう。おお、全破壊か。いやー経験値うまうまですわ。ここんとこ経験値のインフレが激しいぜ。でももうすぐカンストしちゃうと思うと、ちょっと寂しくもあるね。そういうもんなのか。坂田も右のミサイラーを減らしておこう。でもそいつ弾切れしてるんじゃないか。確かに。おいおいしっかりしてくれよ。でも腕も木からのスイッチ。えっついダメージ叩き出すな。9400か。このミッションでカンストしそうだね。もう坂田くん完成か。キース君はナタリーさん前のアタッカーを削っておこう。そこだとミサイル届きそうだが、むしろタゲが分散するからキース狙ってほしいかな。
一発外したか。アタッカーは弱めのオルゲルだが、やっぱり硬いぜ。あとは電気前進して運を天に任せるのみかな。位置的にナタリーさんか坂田が狙われるんだろうが。でもあと1ターン耐えれば敵は弾切れするし、クリアはできそうかな。作戦とは言えないひっどいプレイだったけどな。よし、それじゃ最後のミサイル地獄発しますよ。むむー、ゲンツが攻撃してきたか。反撃したいとこだけど、削られたとこでミサイル来るとまずいから、ここはガードかな。先に腕潰せれば攻撃されないが、運だしな。で、スタンしたー？これは爆地でも反撃しとくべきだったか。ミサイルはナタリーさんに行ったね。ガードすらできない坂田に飛ぶよりはマシか。お、一発避けた。これはなかなか幸先いいか。ナタリーさん2発目、コンピュータの回避も高いし、意外といけるのかもしれないぜ。集中しなければなんとかなるかも。ナタリーさん3発目、なんとか頑張ってほしいところだぜ。さすがに削られてきたか。あと2発、ギリギリか。4発目だね。さすがにナタリーさん集中攻撃か。ボディに痛いの刺さったね。なんとか、なんとか耐えてくれナタリーさん。とアタッカーが殴りに来た。ここはあえてショットガンで反撃。いや、さすがに無理じゃないか。ここで攻撃する腕を壊せばノーダメージでいける。右か左か、どっちだ。よし、ヒットで右手かよ。ぐぬぬ、敵は右手に武器持ってること多いし、右手で攻撃選択するのかな。またアタッカーが殴ってきたぜ。外したー。く、右手がもげたか。やっぱり防御が安定だったか。く、5回目だけどこの状態で耐えられるだろうか。ギリギリ耐えたー。これは無事に生還したか。で、またミサイルが飛んできてるんだが。あれ、敵ミサイラーの数間違えた。これはさすがに無理だぜ。ナタリーさん、おとりとしては立派だったよ。これパンチをガードしてればいけたんじゃないか。むしろこんなに長く持つとは思ってませんでした。相変わらずひでえな。坂田にパンチが来たか。これでスタンが解ければいいんだが。無理だったか。これは坂田も落とされかねんぜ。さて、尊い犠牲を払ってなんとか相手の弾切れまで持ち込んだよ。当然だけど、スタンしてるから坂田は動けないね。敵にやられると恐ろしいことこの上ないぜ。しかも坂田が壁になって攻撃もしづらいよ。とにかく遠距離で敵を倒して道を作っとかないと何もできないね。でもスタンって敵が攻撃してこないと冷めなかったような。ミサイラーあたりがパンチしてくれるとありがたいんだけどね。ロイド君も接敵できないからバズーカ撃つくらいしかできないよ。むしろそいつは生かしておいて坂田殴らせた方がいいんじゃ。確かに、先にスタン持ちのゲンツを攻撃した方が良かったかもね。今回の霊夢は冷静さを欠いてる気がするぜ。っていつもだったか。ボディは段差のせいで攻撃できないから下げなきゃね。無駄が多いな。アルダーおじさんはミサイルで攻撃。すでに柔らか装備だから近接攻撃されないのはいいかもしれん。できれば早くこいつを落としておきたいけどね。なぜかボディに3連ヒット。今回運はかなりいいんだよな。坂田のスタンがなければね。それじゃポール組んでとどめといこうか。む、ここはちょうど射程の穴か。なら一歩下がって。ここのところ段差ステージが多い気がするぜ。そろそろ平地戦もやりたいねー。まあここを壊滅させればテロリスト戦は一区切りつくだろうし、こういった産地マップも減るんじゃないか。よし、ポール君がとどめ打ってくれたね。さて JJ はそろそろ前線復帰しないとね。ナタリーさんのいた位置に戻って腕を回復かな。もう一ターン待って両腕回復してからの方がいいんじゃないか。今の JJ には片腕あれば十分。まあ確かに攻撃力は十分だが、残りは弾切れ起こしたミサイラーが大半だから余裕だよ。まだ超ガストが残ってるぜ。よしよし、片腕もいた。キース君の経験値は稼げる時に稼いどきたいぜ。ヤンさんも回復しつつ前線に出るよ。とはいえ坂田がスタンしてるから敵は殴れないぜ。このターンに目覚めてくれるといいんだけど。目が覚めなかったらそのまま撃墜されそうで怖いぜ。坂田キャノンは壊れそうだからライフルで反撃。やっと目が覚めたか。ここから坂田君の反撃が始まるぜ。やられた分はきっちり返さないとね。むう、まだミサイルが残ってたか。腕が両方とも破壊寸前だから厳しいぜ。うまく足に行ってくれないかな。オッケー、両腕とも守り切った。さすがは坂田、それでこそエースだぜ。ふふん、ミサイルが残ってないなら恐れず反撃だよ。ナイスファースト。
そして腕も義反撃封じ。坂田も JJ も、さすが今までの戦いを生き延びただけあるぜ。よし、ここからはこっちから攻めるよ。とはいえ坂田はまず腕を回復しなきゃね。せっかくスタンから下げたのにここで腕が潰れたら元も子もないぜ。うお、右手の残り HP1 だったんだ。なんか妖怪が出れてること多いな。よし、それじゃ現地にロイド組んで攻撃。と思ったけど万が一スタンさせられたら大変だからやめとこう。ええー、はっきりしねえな。まずはヤンさんで右のミサイラーを攻撃かな。むしろヤンさんは回復しといた方が良くないか。いや、ここは攻勢に出るところだよ。押し腕も義して反撃封じ。やっぱり敵は右腕で攻撃してくることが多いみたいだぜ。それじゃまずはハンス君のミサイルでゲンツを削ろう。まあまたスタンされたら怖いしな。ここはバクチを打つ場面じゃないよ。よしよし、ほどよく削れたね。これならマシンガンで攻撃すれば腕落とせるか。さてロイド君、坂田がやられた分はきっちり返さないとね。むしろナタリーの仇だぜ。ち、スピードは出ないか。だがダルマ&ヒンチにしたぜ。一方的に殴られる痛さと怖さを教えてやる。 JJ は奥に移動しつつ回復。左腕も壊れそうだしな。完全復活。あとは暴れるだけだぜ。キースももう前に出て攻撃しても大丈夫そうだね。弾の切れたミサイラー投げただの餌だぜ。物どもかりの時間じゃ。おっと、いいダブルだね。なんかさっきまでのオプヤムードとは打って変わって楽勝感しかないぜ。弱があったらどれだけ楽になるかってことだね。ボビーも今のうちに稼いでおいてね。機体がブリザイア2だからよっぽど落ちないだろうしな。ちぃ、足か。てかよく見たら相手の足ブリザイア2なんだな。ボビーより硬い足ってどうなの。まあ確かにホバーのフリューゲル足で来られても逆に困るぜ。ボール君もミサイルの続く限り撃ちまくれー。ボスに残しとかなくていいのか。あ、じゃあ一発残して撃ちまくれー。これ気づかず使い切るパターンだ。おっと、ついに8000超え。ボール君もカンストが見えてきたな。アルダーおじさんも殴れ殴れー。すでにボーナスステージみたいな感じだぜ。やっぱり隊の編成はバランスよくしなきゃってことだね。オッケー、ナイスダブル。みんな調子いいぜ。この調子でどんどん倒していくよ。ミサイラーがドンキーを両肩に装備してなくてよかったな。さすがにそれは着なしは無理だよ。よしよし、もはや完全状態の JJ はどんどん反撃するよ。安定のファースト。そしてダブル。さらに回避するとはさすがだぜ。あの外しまくってた JJ とは思えないね。おっと、結構逃げる奴がいるね。敵もミサイル補給するのか。今まで補給されたことないけどどうなんだろうね。さてそれじゃ現地にとどめさすよ。スタンの恨みは晴らさせてもらうんだぜ。あれはかなり肝を冷やしたからね。ヒット、いい欲が出るぜ。ならさっさと攻撃をやめればよかったのにね。そしたら無抵抗の相手に美味しく稼ぎ出すだろうが。否定はしない。よし、場所が空いたからロイド君で攻撃しようかな。うまくすればロイド君も近距離カンストできるな。スピード狙いでマシンガン発生しなかったか。なら腕狙いで。で、前段外すんかい。スイッチ発動したのが幸いか。オケオケ。結果的に反撃封じたね。もうすぐ休戦か。ヤンさんはこいつのとどめを刺しとこう。下手に逃がすと補給車で回復されるぜ。もうだいぶ逃がしちゃってるけどね。おお、ダブルでダルマにできたな。なかなかとどめはさせないねー。敵の HP はやたら高いし仕方がないぜ。坂田は敵が登ってくるのを待ちつつ回復だね。このままじゃ攻撃できないんだぜ。ロイド君前のこいつが鬱陶しいから始末しとこう。まだ腕以外はピンピンしてるけどな。ナイスダルマ。キース君もだいぶ経験値伸びてきたか。JJ は近くのを攻撃だね。パーツ破壊してるからこのターンに逃げていきそうだしな。これは、美味しい感じになってるね。さりげなくパンチも回避してるぜ。経験値8500、JJ もカンスト間際だね。特化型はここら辺でカンストするんだな。美味しく削れたやつをボディでハイエナするよ。おお、そつなくこなすな。でもダメージはロイド君の半分もないね。おっと、スキルが、スイッチしか覚えないんだな。ひょっとして格闘の方が得意とか。スキル欄が埋まることあるのかこいつ。ボール君もミサイル撃っとこう。ほんと一方的な狩りになってるぜ。ミサイル切れるまでが勝負だったね。ちぃ、ギリギリ残ったか。フリューゲル硬すぎるぜ。アルガーおじさんのパンチでとどめと思ったけど、ボスに攻撃されるから安全な位置からミサイル撃っとこう。超ガストの火力が未知数だから冒険はしない方がいいぜ。
ふう、パーツ破壊できなかったか。なかなか遠距離の経験値が稼げないぜ。よしよし、狙い通り坂田を殴りに来たね。坂田キャノンを食らえ。うお、一発逆出るのか。ボディのライフル並みの火力だね。惜しい、カンストはまだだったか。だがあと一発だろうな。ホット超ガストがボディに攻撃してきたね。さすがに硬いから大丈夫だろう。うおっと、キャノンは一発逆ダメか。強いといえば強いが、アタッカーのパンチもそんなもんだったぜ。さて、まずはボスを倒さなきゃね。あと怖いのはこいつだけだからな。まずポール君のミサイルで削りかな。弾が残っててよかったぜ。ボディ3連打でいきなり虫の息だね。なぜポール君はガイドなしで狙い通り当てるのか。むしろ余裕で壊したり、ガイドよりもいい戦果ばっかりだね。さすが牧師、髪がついてるのか。さてアルダーおじさんでさらに削り。これならロイド君のマシンガンがボディに当たれば倒せるぜ。そのためにはロイド君前のダルマを倒さなきゃね。ハンス君のミサイルでとどめ撃てるか。まあまずは坂田から動かしておこう。スピード出た。これは期待。うお、坂田キャノンにスピード乗るとえげつないな。火力 1.5 倍だからね。ヤンさんはいい加減こいつを倒してもらおう。でもダブルでないと一発じゃ無理っぽいぜ。残ったか。今日のヤンさんはおとなしいな。それでハンス君はロイド君前のやつを倒してもらおう。結構体力残ってるが、とどめ撃てるか。まあキースも控えてるし、なんとかなるよ。ボディも一応いるしな。なぜかレップ3連、ポール君となぜこうも差がついてしまうのか。経験値の差だけではないよね。じゃあキースはとどめ撃てなかった時にボディが攻撃できるよう、離れてミサイルだね。ダブルでなかったら倒せないしな。とさすがにミサイルでとどめさせたか。アタッカーはオルゲルだから多少柔らかいぜ。それじゃボディは基地内に突撃。もう怖い相手はいないぜ。でも一応回復はしとこう。まあミサイラーのパンチでも万が一があるしな。それじゃロイド君でボスにとどめさすよ。打ち漏らしても JJ が控えてるぜ。まあきっちりとどめさすんですけどね。ロイド君は手堅いからな。さてボスも倒してあとは残党処理だから、いつものハッチマップよ。尺稼ぎか。まあ今回も米拾いしてこっかな。お、最近多いな。この動画は視聴者参加型だからね。いやそれは初めて聞いたが。そりゃじゃあまずは、良いパトロンがいるのかね。テロリストの装備が充実してることに関する米だな。実はゲンツ君が裏では闘技場でコツコツ稼いでいるのです。強さもグレゴくらいだし、いけなくもないのか。それじゃ次、最近の失踪タグやは我慢が足りない。むしろこれは早く続きが見たいってことなんだろうなぁと、勝手に納得してニヤニヤしてたぜ。とはいえいついつまでに投稿しなきゃ、って義務感が出てくると、余計にやる気がなくなってくるという、その性格は考えもんだが、動画投稿は自由なもんなんだぜ。だからまあ、モチベーション維持に皆さんのコメントが重要なのですよ。さらっと米粉じきおす。次行くよ、俺は AMM 使ってねえや。そんなに楽なのか。これはまあ個人差があるのかな。この実況みたいのならタイムランに文字打ち込んでくだけでいいから、ほとんど編集しなくてよって楽なんだぜ。瞬き、口パクがつくのもいいよね。いろいろ凝った編集しようと思うと、まず AVI ユーテルで編集、 YMM で声つけ、 AVI ユーテルでうんこになるかな。そうなると結構めんどくさそうだね。それじゃどんどん行くよ。 MMD なら表情差分は簡単だろ。まあ表情変えるだけなら楽なんだがな。全身絵であることを活かすにはポーズ付けもしなきゃいけないんだぜ。顔の表情変えるだけならそれこそまんじゅう絵でやった方がいいもんね。酷使するの霊夢はヤンさんの人気に嫉妬してるんだ。あながち間違いじゃないのが困るぜ。最近は JJ が追いついてきたけど、ミッション8のあたりから一人だけ圧倒的に強かったからね。強いなら別にいいじゃねえか。私は強キャラで無双するのはあんまり好きじゃないんだよ。味方との連携で少しずつ戦況を有利にしてくのが好きだからね。だからまあ、あんまりスキルに頼った戦いはしてないつもりだけど、スキルはたまに発動したらラッキーって感じだぜ。でも今回のセットアップを見てもらえばわかる通り、ヤンさんも力を完全解放したからね。JJ 坂田も強くなったし、一人に出番を食われるってことはないぜ。どんどん行くよ次。スキルのレベルアップは運頼りだからな。ここでやっとレベル3ってのはついてないかも。むしろほとんどのスキルが1だったんだが、これは相当運悪いのか。スイッチとかはともかく、デュエルはいい加減2になってほしいねー。1だと全然当たらないぜ。ここの霊夢とマリサは元と性格違うし、ここで東方に沿ったキャラ入れるのは難しそうだな。なぜゲストキャラの性格を改変しないと思った。
ってことは出すのか。いや出さないよ。理由は前回の、まだまだ行くよ。ギリギリの戦いは見ててハラハラするが、強すぎて無双気味だと動画的にあれだし難しいな。ふっふっふ、あれがギリギリだといつ錯覚した？いやヤンさん撃墜寸前だったじゃねえか、今回もだけど。でもヤンさんが危なかっただけで勝つこと自体は余裕だったよ。お前って結構撃墜前提の作戦組むよな。人数が増えてくると1機くらい落とされても不利にならないからね。慎重になりすぎて長引くより、リスク承知で行った方が早く終わることも多いよ。じゃあ次っと、まんじゅう同士だとな。つまり人間形態になれってこと？いやだからそれは面倒だからやめとけって。訓練された視聴者なら脳内で保管しているはず。MMD とかでネタ入れるのもありっちゃありなんだが、制作時間が伸びるからなるべく文字オンリーで済ませたいところだぜ。さてとそろそろ戦いも終わりかな。フレデリックはさすがに攻撃してこなかったな。敵扱いだから攻撃できるし、デメリットがないなら経験値稼ぎに倒したりする人もいるのかな？さすがにそれはかわいそうだと思うので。まあ何度も言ってるかもだけど、このミッションは敵が弾切れしてから一気にぬるくなるね。いい加減チャック使えってスクエアが言ってるんだぜ。アジリティをがっつり稼ぐプレイだと意外と楽かもね。うちらは一番高いアンさんで3000ちょいくらいか。まあそういうプレイはネットリの人に任せるとして、私たちはこのプレイ方針でやっていきますよ。だがまあ、さすがにチャックくらいは積んどいた方がいいぜ。さすがに今回ほど露骨なミサイルゲーはあんまりないと思いたいけどな。ほとんどのミッションでチャック使ったらヌルゲー化しそうだもんな。チャックなしでいけそうならなるべく使いたくないね。よし殲滅完了。まったく苦労させられたぜ。おお、なんか格闘っぽいアームが。これは JJX か？確かに無茶な作戦だった。ミサイルの恐怖を存分に味わったぜ。ふむ、テロリストじゃないってどういうことかな？標的である坂田社が炎症操作とかして、悪者に仕立て上げてたりするのか？まあでも、軍でもないのに戦闘行為を仕掛けたら、テロリストの扱いにはなるよね。自分たちの中ではレジスタンスのつもりなのかな。とにかく坂田社に対する恨みは深いみたい。なんでそんなに恨んでるのか、詳しく聞いておきたいぜ。ふむ、坂田くんは会長の息子だったのか。会長は結構老けて見えたが、気苦労が絶えないのかな。おっとついに坂田インダストリーの陰謀が明らかに。ストーリーでも重要そうだぜ。ふむ、USN でもブラウン博士の研究みたいなことをしてたのかな。坂田インダストリーは USN、OCU 両方と取引してたのか。ハフマン島を兵器開発の実験場にしてたみたいだね。まさに死の証人ってやつか。OCU、USN も兵器開発したいだろうし、絶好の場所だったと。コンピュータに人間の脳を使う？ショップの主人から聞いてた BD シリーズってやつかな。兵器の部品のために人間を殺して材料として使う。まともな神経でできることじゃないぜ。その技術を坂田インダストリーが開発してたのか。ただ性能のいいコンピュータを作るためだけに、一体何人の胎児が殺されたんだ。完全に狂ってるよ。暴走するのは殺された胎児の怨念かもしれないぜ。金のためにどれだけ汚いことを。しかも OCU、USN ともに賛同して共同開発してたんだからな。これは相当根の深い問題だね。坂田社を同行すればいいって話じゃないぜ。OCU、USN 両国の暴走を止めないと悲劇は繰り返されるよ。だがテロリストには坂田社を攻撃するくらいしかできなかったのか。仮に坂田社を潰せても、すぐに第2第3のメーカーが出てきそうだね。次のステップ。さらに先があるのか。実戦経験を積んだ兵士の脳でコンピュータを作るなんて、ハフマン紛争はコンピュータ材料の養殖に役立ってたってわけか。にわかには信じられない話だけど、ブラウン博士からも同じような話を聞いてるからね。ニルバーナ研究所、ドリ様のいたところか。つまり遺品は B デバイスの材料としてスカウトされてたんだね。仲間がどんどん消えていったってのは、もう材料にされちまったんだな。遺品はまさに間一髪ってところか。あの時逃げてなかったら今頃はコンピュータになっていたぜ。ドリ様、手動にも程があるでしょう。ゲンツの言う通り、悪魔というにふさわしいぜ。おっとロイド君はゲンツを逃がすみたいだね。まあこの話を聞いちゃったらなぁ、か。勘違いしないでよね。もし嘘ついてたら殺しちゃうんだから。ツンデレなのかヤンデレなのか判断に迷うところだぜ。いやナタリーさんこの後に及んで命令違反がどうとか。軍人家系で厳格に育っただろうから命令は絶対なんだろうなぁ。じゃ、ゲンツ君元気でねー。軍に見つかるなよ。おお、ようやくフレデリックが戻ってきたね。これでまたパーティが安定するな。ま、裏切ってなくてほっとしたんだぜ。ミッションコンプリート。
今回の MVP は、JJ 以外考えられないでしょう。壁の役割を全うしただけじゃなくて、復帰後の戦いにも目を見張るものがあったぜ。坂田くんはステカンストしたし、みんな強くなってるね。しかし作戦はひどいもんだったぜ。まあこういうことがないようにチャフは積んどくよ。いらなそうなら自重するけど、敵ミサイル無効化しちまったらミッション楽になりすぎるもんな。フラッシュとかアシッドとかはなかなか使う機会ないねー。なくてもゴリ押せる場面が多いしな。それじゃ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。皆様ごきげんよう、霊夢だよ。マリサだぜ。テロリストのアジトを襲撃し、彼らを倒したロイドたち。しかしテロリストのリーダー、ゲンツから、坂田社が行っていた恐るべき実験について聞かされるのであった。坂田社の陰謀を阻止できるのか？この島を救えるのはロイドくん、君しかいない。さてフレデリックが戻ってきたからセットアップしないとね。今回はカットするぜ。出力が低い機体ばっかりだったからペレゼア意識に不遊げる足。今回は耐久、出力のバランスがいい機体がなかったんだよな。あと拾ったダスラークローはグレゴに装備させたよ。この武骨な感じがグレゴのイメージにぴったりだぜ。それじゃ、テロリスト殲滅の結果でも知らせに行こうか。リーダーのゲンツは逃がしちまったからな、バレなきゃいいが。って正直に報告するんだね。殺したことにしてごまかせばいいのに。いやーオルソン大佐がプンプンだね。ゲンツがただのテロリストじゃないってことだな。しばらくはこの街で謹慎か。坂田社の工場の偵察に行きたいんだが、まあ許してもらえんわな。ナタリーにも釘刺されちゃったね。でもロイド君はもともと軍に興味はないんだぜ。やっぱり処分覚悟で出ていくのかな。命令じゃなくて、自分の意思を大切にするんだな。たとえ絶望的でも、わずかでも生きている可能性があるなら、ロイド君は諦められないよ。ナタリーとしては、早くカレンのことを忘れてほしいのかもな。でも、そんな一途なロイド君だからこそ、ナタリーさんも好きになっちゃったんだろうね。仮にカレンが死んでたとしても、一生引きずりそうだぜ。む、これはナタリーさん離脱？しょうがないのかもしれないが、戦力的にかなり痛手だぜ。今までずっと貴重な近距離汎用型として、戦力の中核を担ってたからね。やっとフレデリックが戻ってきたと思ったのに、また戦力に穴が開いちまうのか。まあぼやいても仕方ないよ。今はやれることを順番にやるだけさ。ナタリーさんは立場的に軍が大事だろうからな。今回ばかりは反落者として処分されるだろうし。おや、ハンス君どうしたんだい？一人でこっそり出ていこうとしたのがバレたみたいだぜ。さすがスーパーハカー、目ざといね。坂田くんはついてきてくれるのか？さすがロイドくんとの付き合いが長いだけあるね。ナタリーさんが抜けて昇進だったが、嬉しいこともあるんだな。ってことで最後の晩餐に飲むぜ。ほどほどにね、ピーも来てくれるんだ。これはロイドくんの人徳あってのことだろうぜ。キースと JJ は来てくれないみたいだね。ロイドくんが入る前からキャニオンクローのメンバーだったしな。モーリーおばさんはまたそういうこと言う？憎まれ口を叩いてるが、本心はそんなことないだろうぜ。しかしナタリー、キース、JJ の主力3人が抜けるのは痛いね。こんなんでこの先戦い抜けるのか？まあ普段使ってない2軍メンバーの活躍時と考えよう。ピーも新型補給車に乗り換えたみたいだし、頑張らないと。そうだな、くよくよしてる場合じゃないぜ。というわけで、3人が抜けた分を補うために、2軍から何人か追加でセットアップをするよ。セットアップはカットして、結果だけ報告するぜ。1人目はラルフおじさん、JJ と同じくゼアレード2で格闘にしたよ。格闘スキルを2つも持ってるから活躍に期待だぜ。もう1人はいい品、近距離の殴り合いはきつそうだから、遠距離支援型にしたよ。近距離の方が得意そうだが、今からじゃ危ないからな。機体は坂田67式界のボディと足、ペレゼア腕だね。元が坂田90式に乗ってたから、なんとなく坂田式にしたぜ。さて出かける前にはセーブを忘れずにっと、今回なんだかんだで結構セットアップしたからな。それじゃ張り切っていこうか。ここまで来たらもう後には引けないぜ。坂田社の工場は随分山奥にあるんだね。人の少ないところの方が隠蔽するには良かったのか？いい品はここに来たことがあるんだ。というかニルバーナ機関の駐屯地もこの場所にあるんじゃないか？タイの仲間内では怪しい工場って噂になってたとか？実際真っ黒な工場だからな、階段の一つでもできてたかもしれん。
ってそんなことよりドリ様だよ、先回りされてた？こっちの動きは筒抜けだった。どうもウルソン大佐とつながりあるみたいだし、ロイド君が抜け出したのに気づいて連絡してたのかも。だがむしろ好都合だぜ。今度こそ決着をつけてやるぜ。この日のために力を蓄えてきたからね。貴様に受けた屈辱まとめて返してやる。あれ、霊夢ってドリ様好きなんじゃなかったっけ？好きだからこそカンプなきまでに叩き潰したい、そういうのあると思います。まあ敵役としては魅力的なんだぜ。とゲンツくんが助っ人に現れたね。名探偵ゲンツの推理が光るぜ。体ごとならどういう意味かな。なんか知らんがすごく嫌な予感しかしないぜ。まあ工場はドリ様をやっつけてからゆっくりと調べてやる。ここに来たことを後悔するんだなドリ様。今回も11人出撃できるんだね。2軍メンバーをセットアップしといてよかったな。お留守番はモーリーおばさんとポルンガくんかな。おばさんには戦ってほしくないんだぜ。おばさんは多分食事係とか洗濯係をしてるんじゃないかな。そういうバックアップも軍には必要なんだぜ。よしそれじゃドリ様、覚悟を決めろ。貴様の悪事もここで終わりだぜ。おっとまた新しい BGM だね。というわけで1ターンは等速だぜ。まずは恒例の敵戦力チェック。ここにいるのはアタッカーか。機体は坂田67式回、坂田くんが乗ってるのと同じだね。敵の経験値も随分高くなってきたな。武器はバズーカとワイルドグースか。アタッカーがミサイル持ってるなんて珍しいな。むしろ遠距離装備ばっかりだね。高いショートの経験値が腐ってるか。でもサンダーボルトバズーカは威力が高いからね、注意しないと。ここにいるのはミサイラーだね。機体はペルデアだから多少柔らかいのか。坂田67式回とほぼ同じ HP だけどね。ミサイルはワイルドグースとドンキーデラックスか。ワイルドグースは威力が高いから食らわないように注意しないと。ここにはアタッカーが4機と。敵の数はそう多くないか。でもアタッカーがミサイル持ってるし、結構苦戦しそうだね。さてドリ様の戦力チェックですよ。ここらになると特別 HP 高いわけでもないよな。でも他の雑魚に比べると2倍近く HP あるからね。経験値、スキルもいつもと変わらずか。右手の HP が低いから先に壊したいけど、そうすると苦労で殴られてスタンが怖いね。スタンがレベル3だからな。発生率も高いぜ。今回も敵が広範囲に分布してるから、右方向と左方向に味方を分けようかな。まとまっていくと団子になるしな。そうするとミサイルを一人に集中砲火されやすいぜ。それにしてもこのマップはどこが歩けるのかわかりづらいね。コンベアの上は歩けるみたいだが、段差があるのかどうかもよくわかんないな。ところどころにあるカプセル状の設備、これで兵士の脳を取り出していたんだろうか。ひょっとしたら今も何人か入ってるかも。ちょっと気分が悪くなってきたぜ。それにしてもコンピュータの部品に脳を使って腐ったりしないんだろうか。さすがに防腐処理はしてるんだろうがな。時間が経つとどんどん劣化しそうだし、寿命は長くなさそうだね。本当に採算取れるんだろうか。それでも需要があったってことはよっぽど高性能だったんだろうね。坂田インダストリーの技術力は半端ないぜ。さて、実況に戻るけど、左側は段差が2段あるから、ホバーのフレデリックとフレゴは右チーム決定だね。左チームは1の近いアンさん、アルダーおじさん、ボビー、あとは戦力のバランスから坂田とポールを送ろう。他は右を攻めるぜ。敵の数から考えて右の方に多く戦力を割いた方がいいからな。機体の弱めなグレゴが先行する形になるのはちょっと不安だけど、まあすぐに撃墜されることもないでしょ。オルゲルは1個古い機体だが、ベレゼアと同程度の耐久はあるぜ。ベレゼアも前衛として使うにはちょっと不安な耐久だよねー。やっぱりモスみたいに耐久と出力のバランスがいい機体が欲しかったぜ。まあぼやいても仕方ないし、すぐに新しいショップが出るさ。それにしても今回からは傭兵の仕事じゃないわけだが、報酬はどうなるんだ？多分出ないんじゃないかなー。そうなると今後はより資金が苦しくなるわけか。おっとゲンツくんは NPC じゃなくて自分で動かせるんだ。へぇ、スポット参戦のお助けキャラかと思ったら意外だな。そういえば足は2着だけど、何装備してるんだろうね。移動力はそんなに低くないし、ブリザイアではなさそうだぜ。あとは補給車とハンスくんをそれっぽく移動させて終了だね。だからどれっぽいんだろう。初手は敵に譲ることになるかな。ミサイル装備が多いしな、仕方ないぜ。お、敵 BGM もかっこいいね。BGM が変わると終盤って感じがするなぁ。ふむ、敵は攻撃してこなかったね。それじゃここからは加速なんだぜ。段差のすぐ下にいるからポール組んで削りかな。ミサイル集中砲火されないようにこのターンで数を減らさないとな。うまくボディに当たれば撃破も狙えるしね。しかしガイドは使わないという。本音を言うと適度に削って他のキャラの餌にしたいからね。
子、これはなんともうまく削ったもんだぜ。ボール君はほんとうまく当てるよね。確かに下手に狙うよりいいかもだぜ。ボビーは一歩足りずか。アルダーおじさんは届くぜ。格闘は単発だからここはミサイルを撃っておこうかな。遠距離育成月間か。ふう、腕には当たらなかったか。なかなか思い通りにいかないもんだぜ。坂田は遠かったからまだ届かないしな。ヤンさんも無理みたいだぜ。結局一機も減らせなかったか。ちょっとこのターンが心配だね。さてこっちのチームだけど、まずはグレゴで攻撃だね。段差は少なめだからな。コバーの移動力が生きるぜ。よし、ダスラークローの初披露だよ。これはワクテカだぜ。ボディにイノ入ったね。さらにダブルで腕も萌えだぜ。くっ、でも反撃が痛いね。相手が持ってるのはブラックスターか。装備は互角だぜ。ボディを瀕死にできたからフレデリックでとどめさせるかな。ハイエナたちの匂いを嗅ぎつけたぜ。マシンガンはとどめ役に便利だから仕方ない。おお、足も壊したか。戻ってきたばっかりだから張り切ってるね。マシンガン一発50なら相当の火力だぜ。お、ハンス君はミサイル届くね。近接もされないし、いい位置につけたぜ。よし、うまく腕もげたね。だが武器は残っちまったな。武器腕より手持ちのマシンガンの方が攻撃力高いもんね。他は届かなそうかな。あとは近づけて敵フェーズだぜ。左側に敵が集まってるからちょっと心配かな。もう一人くらい向かわせてもよかったかもな。とはいえこっちも2軍キャラが多いからそんなに余裕はないけどね。ヘンツ、ザルフ、イーヒンはあんまり戦力として期待できないか。これは敵の戦闘 BGM も変わってるぜ。これまたかっこいい曲だね。うむう、盾なしのボール君だとやっぱり痛いね。追撃が来なければいいが。ってやっぱり来たか。これはボディに2発当たったらやばいぜ。うまく分散してくれたか。だが次は回復しないとまずそうだぜ。ボディにも来たね。これはバズーカか。単発だからガードすればそう痛くないはず。外れてくれたぜ。でもダメージ減衰36か。レグラーと比べるとだいぶ脆いね。おっとグレゴにも来たぜ。ワイルドブースか、威力高いんだよな。よし、ダーク破壊はしなかったぜ。アタッカーだから遠距離の経験値も低めだしね。む、補給車が特攻を仕掛けてきた。それは補給車として正しい行為なのだろうか。案の定返り討ちだね。もはや補給車は戦力にならないぜ。よしよし、ここからが本番ですよ。思ったよりも敵が左側に寄ったね。5機だけでなんとかなるか。ちょっと分が悪いかな。まあここで減らす数によるかな。というわけでアルダーおじさんで瀕死のやつにとどめだね。さっき打ち漏らしたやつか。よし、2つ破壊。ダルマにはできなかったな。キースが抜けた分もしっかり頑張ってね。坂田もギリギリ届くから攻撃。うまくすれば一撃で落とせるからな。よし、ナイス削り。一発で瀕死にできるのはでかいな。ハイエナ育成もはかどるはかどる。それでボディ君に食わせようかな。とどめ打てるか。足も枝からオッケー。さすがにまだマシンガンのダメージが頼りないぜ。ヤンさんは奥のやつにも届きそうだね。移動力上げといてよかったな。よし、ワイルドブースを燃えた。ドンキーデラックスはあと一発で弾切れだしな。ボール君は下がって回復しよう。死なやすなんじゃなかったっけ。死にそうだからだよ。ボディはまだ M で回復するはず。余ったリペア M 消費できてよかったな。さて次は本体の方だね。敵の数は少なめだから大丈夫そうか。左の分体が大変そうだから中央に寄った敵はこっちで引き受けよう。ということで E 品でミサイル撃つよ。経験値は少ないがミサイルならそれなりのダメージが出るはずだぜ。ムーン一発しか当たらなかったか。ほぼガードで防がれちまったな。経験値は近距離型だもんね。よし、じゃあロイド君で突撃。おい大丈夫か。近距離貫通と間際のロイド君ならスキル次第では一撃で倒せる。結構足にそれちまったな。まあ十分だし。それじゃ削った敵はハンス君でとどめ打ってもらおうかな。腕もギでもいいぜ。これまた微妙に残ったね。マシンガンでとどめ打っときたいとこだが、フレデリックは目の前の敵を相手しなきゃいけないしね。まあまずはグレゴの回復からかな。結構ダメージ食らってるしな。というわけでフレデリックはアタッカーに攻撃しとこう。今回はかなり前線で戦ってるぜ。ダルマ一丁、いい仕事するぜ。
ラルフとゲンツはちょっと届かないかな。まあ壁にでもしとこうぜ。補給車はこの位置なら狙われることもなくズレを回復できるかな。ミサイラーがいるから完全に安全とは言えないが、まあ狙われないだろうぜ。おっとハンス君にドンキーが飛んできたね。ハンス君は柔らかいから心配だぜ。未だにプロジオンだもんね。むむー、ミミズが危ないか。さすがにプロジオンはもうきついぜ。お次はロイド君か。ボールが狙われなくてよかったな。さすがにあれだけ逃がせば大丈夫でしょ。ロイドのボディも結構危ないんだな。そろそろ回復しないとゲームオーバーになりそうだね。でまたハンス君に飛んできたぜ。ボディに集中しなければ大丈夫だと思うけど。右腕もげちまったか。これはハンス君は厳しいかもね。おっとロイド君に近接したね。ここはガード安定か。ボディに2発当たったらまずそうだからね。結構ボロボロになってきたな。アルダーおじさんはまだ元気だから反撃だね。だが当たりどころが悪い飛んでがぶっ飛ぶぜ。手足が一発で吹っ飛んだ。バズーカはさすがの威力だぜ。高校スタンが決めれたのはいいね。ズレゴは足以外は大丈夫かな。被害は軽いな。所詮はアタッカーのミサイルだね。ミサイラーのドンデラの方が痛いぜ。とゲンツにもミサイルが来たね。まあこいつもアタッカーだから大丈夫か。まあゲンツ君はダブル持ってないし、片腕もげてもいいかな。ふう、ようやく自分フェーズか。いやー敵が固まってるねー。このターンの攻防がかなり重要になりそうだぜ。さてロイド君のそばに瀕死の敵が2体いるから、まず遺品でとどめ打っておこうかな。いけるか。オケオケ、これは経験値も多いし、しかし遺品のミサイルの威力は寂しいな。もともと近距離キャラだから仕方ない。汎用型に育てるほどの余裕もないしな。まあ遺品は火力補助ができればいいかな。さてまずは危険なミサイラーから撃破してかないとね。ドンデラは弾切れしたが、もっと攻撃力の高いワイルドブースが残ってるからな。それじゃアルダーおじさんお願い。足つぶれてるが危険じゃないか。ミサイラーのパンチなどをソルルに足らず。お、ボディに当ててくれたぜ。これなら追撃で倒せるかな。格闘も4000超えたし、かなり強くなってきたぜ。ピースが抜けた分、頑張ってくれないとね。ヤンさんは目の前のミサイラーを始末しよう。うまくいけば瞬殺できるしな。ボディ一撃だと？ヤンさんの本気は恐ろしいぜ。完全解放したヤンさんはまさに修羅のごとし。それじゃあ次はっと、ボール君でアルダーおじさんが削った相手のとどめかな。ケレースならボディ外れても腕壊せるぜ。できれば撃破してほしいけどね。オッケー、きっちり決めるね。ミサイラーがいなくなればポールも安全になるな。腕も回復したいけど、そんな暇はなさそうかな。さて次は坂田で奥のミサイラーを攻撃かな。こいつが最後のミサイラーか。今回はアタッカーもミサイル持ってるけどね。ボディ2連で撃破。一撃で腕も破壊できるし、坂田キャノン強いな。マシンガンの方が総ダメージは多くなるけど、パーツの格殺ヒット数の関係でキャノンの方が有用かもね。あとはスピード出た時のダメージの伸びがいいことか。じゃあハンス君は下がりつつ弱った相手にバズーカかな。回復しなくていいのか。今は頭数を減らすのが重要だよ。しっかしボロボロになってるなぁ。ぐぬー、外したか。これは痛いぜ。まあ気にしないとして、フレデリックで弱ったアタッカーのハイエナしとこうかな。さすが平地はホバーの移動力が生きるぜ。ここんとこ段差ステージが多かったからね。安定を取るならやっぱり2脚か。むむー、とどめはさせなかったか。まあ経験値ももうすぐ7000だし、順調に育ってるぜ。さて次はロイド君だけど、補給車で回復できる位置に移動しつつミサイルかな。ロイド君も結構ボロボロだぜ。まあさすがにミサイルならこいつのとどめ撃てるでしょ。むしろアタッカーの隣に移動しちまったのが危ないぜ。今回の敵フェーズはガードした方がいいかもね。OK 全破壊おいしいです。惜しい、ショートがギリギリカンストしてないか。で格闘スキル覚えた？レベルアップボーナスでスキル取得経験値まで伸びたのか。まあ関係ないけどファースト取っとこう。補給車はハンス君とロイド君を回復できる位置に置いといてっと。ラルフおじさんの初攻撃だね。機体は硬いし、スキルもあるから意外といけるかもな。おお、ダブル。威力はいまいちだが、スキル発動するのはいいな。さてそれじゃグレゴ君で追撃っと。む、オルゲルパンチの威力が80になってるぜ。あれ、確か72だったはずだけど。で、ボディヤバイ。これは落とされるか。低
近くには敵が2体いるし、狙われたら助からないかな。バズーカもライフルと同じで当たりどころが悪いと一瞬でピンチだぜ。まあとりあえずボディは弱ったアタッカーのとどめ撃っとこう。よし、とどめは撃てたか。やっぱりマシンガンは経験値での威力の差が激しいね。一発ごとに経験値ボーナスが加算で入ってるっぽいな。むしろボディにも逆立てキャノンを積んだ方が良かったかも。おっとハンス君が攻撃されたぜ。グレゴじゃなくて助かったけど、ハンス君も弱ってるからなー。むむー、これはハンス君もやられるか。近くの敵はあと1体だからグレゴかハンスのどっちかが落ちるか。逆田に攻撃飛んできたけど、まあこれは大丈夫かな。むしろなんでミサイル撃たなかった。まあまだピンピンしてるね。しかしグリザイア2と比べると貧弱だぜ。おっとミサイルがロイド君に飛んできたよ。グレゴじゃなくて助かったのか。ほぼ無効化できたね。これは運が良かったぜ。ミサイルガードするだけで経験値75ってすごいね。よしゃー全員生き残った。まずは忘れないうちに回復回復っと。敵もこのターンには殲滅できるだろうし、もう安全か。おじさんはこのダルマでも殴っておこう。アルダーおじさんには経験値を優先して分配しておきたいぜ。ヤンさんのパンチが160だから、まだだいぶ差があるね。さすがにこれだけ経験値に差が出ると威力が変わるな。というわけでヤンさんで奥のアタッカーを攻撃しとこう。ボディ戦、坂田67指揮会も一撃か。そろそろ威力がシャレなランクなってきたね。攻撃力のインフレにパーツ耐久力がついていけてないぜ。それはこっちも同じだから油断するとすぐ撃墜されるけどね。さてドリ様を除くとあと3つか。まああとは楽勝な感じか。さてどうしようねー。2軍に経験値を分配するべきかどうか。まあまずは元気くんで殴っておこう。結構腕削れてたがいけるか。まあ撃破されなきゃいいかな。ブヌで破壊されて攻撃できなかったよ。これが格闘の辛いとこだな。グレゴは瀕死だから回復で、バッチ打つ場面でもないぜ。空いたところにフレデリックでハイエナかな。移動が高いとやれることが多くていいな。オッケー、3パーツ破壊、経験値美味しいです。フレデリックもあと数ミッションでカンストできそうだね。お、スピード覚えたぜ。これはハイエナがはかどりますなー。じゃあロイド君はミサイルで攻撃だね。回復も補給者任せでいけそうか。押し押し、足破壊美味しいね。遠距離の経験値も早めに貯めておきたいぜ。それじゃラルフで追撃だよ。ブリザイア2は硬いから腕が潰されることはないか。押し高校スタン、ラルフが結構スキル出すな。経験値は低くともスキルでなんとかなるいい例だね。あとはいい品で追撃しとこう。撃破は厳しいだろうが、削ってくれればいいぜ。これなら次で確実にやれるね。もう近くに動ける奴がいないから次のターンだな。坂田はドリ様の近くに寄せておこう。攻撃範囲内に入らないように気をつけろよ。ドリ様は全員で囲んでフルボッコにしたいからね。ちょっとかわいそうになってきたぜ。まああれだけ暴れたら仕方がないよ。ほい、何事もなく自分フェーズ。とりあえずE品でバズーカ撃っとこう。E品も経験値稼ぐに越したことないからな。そして程よい削りをする。腕壊してくれてもよかったのに。まあハンス君に経験値吸わせておこう。もうだいぶ成長したから心配はしてないけどな。一発70か、なかなかの火力になってきたね。レベルアップ6500か、まあそのうちカンストするでしょ。さてあとはドリ様を残すのみ。霊夢って美味しいものは最後に残す派か。失礼な、おかずはバランスよく食べる派だよ。じゃあなんでドリ様取っといたんだよ。ドリ様はデザートだから。デザートなら仕方ないな。ってなんか会話が。これはドリ様以外全滅でミッション終了か。な、逃がしただと。ああ、さっさと倒しておけばよかったのに。むぐぐぐ、まだ決着の時ではないということだよ。次に会う時が貴様の最後だ。首を洗って待っていろだぜ。まあ結局証拠隠滅されちゃったわけだね。デバイス用に用意された兵士もこっぱみじんか。カレンはもう移送されてるといいけど。とはいえ、ロイド君はもう軍にも戻れないし、行くあてもないぜ。考えなしにここに特攻しちゃったからね。他のデバイス工場がどこにあれば分かればいいけど。
ゲンツが一緒に行こうって言ってくれてるぜ。確かに、ずっとテロリストやってたゲンツなら、坂田社のデバイス工場のありかも知ってるかもね。あの時殺さずに逃がして正解だったな。坂田もやる気みたいだね。主力3人が抜けてきついところだが、坂田が残ってくれてよかったぜ。また新しい町に行くみたいだね。しかし待ち伏せされてる可能性が高いか。まあここまで来ちゃったらもう平和朝廷軍だろうと、叩き潰すまでよ。ミッションコンプリート。さて今回の MVP は、テレレレテイテッテイ、フレデリックです。復帰するなりその実力を遺憾なく発揮してたぜ。ホバーの移動力も今回は生きてたね。さて、しばらくは2軍メンバーの育成が肝になるか。早く主力3人が戻ってほしいけどねー。お、フィールド BGM も変化したぜ。次も連続ミッションだし、戻ってセーブしないとね。なんとなくフォートモーナス市には行きづらいから、野戦病院に行ってみよう。まあ確かに、あの場所が一番安全かもな。別に敵に襲撃されるとかはないんだけどね。まあ、そういうロールプレイもありだと思うぜ。さてロイド君はこの先生き残れるのか、今後の展開に期待だぜ。それじゃ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。皆様ごきげんよう、霊夢だよ。マリサだぜ。坂田社の陰謀を確かめるべく命令違反をしてまで、デバイス工場へと偵察に来たロイドたち。だがドリスコルの待ち伏せにより、何一つ証拠を得ることなく、工場は爆破されてしまう。行く当てのなくなったロイドたちはゲンツと共に、坂田社長のいるルーピディス市へと向かうことにした。今回は特にセットアップもすることないし、すぐに出発だよ。リペア積みはいつものごとくカットだぜ。むむー、リペアエルの在庫がなくなって、ラルフといい品は一つしか持てなかったよ。その二人は前回はリペア積んでなかったのか、つうかリペアは余裕を持って買っておけよ。ルーピディス市は東の方なのかな？結構遠いらしいし、島の端にあるんだろうな。おや、ここはなんか見覚えがあるよ。まさか、ラーカス事件の工場か？この戦争の発端となった場所だね。今となっては苦い思い出だぜ。ここもデバイス工場だったのか？というとカレンが見たのはまさに脳を処理してる現場だったのか。そりゃショックで動けなくもなるよね。茶番。一体どういうことなんだ？結局あの事件は D デバイスの性能試験だったってことか。まったく人の命をなんだと思ってやがる。OCU も USN も戦闘データが欲しいがために、この紛争を引き起こしたんだね。やっぱり返り血を浴びねば人は痛みを知ることはできないのか。ロイド君の自責は何だったんだって感じだね。ってなんか来たみたいだぜ。むう、やっぱりこっちの動きは完全に知られてるみたいだね。この状況。あの事件を思い出しちまうぜ。やっぱりドリ様に先回りされてたか。今度ばかりは決着をつけることになるだろうぜ。ぐぬぬ、さすがに準備してたのか。敵の数が多いね。下手に突撃すると袋叩きにされそうだぜ。今度こそは逃がさん、ここで息の根を止めてやるよ。決着をつけるにはふさわしい場所だぜ。1年前と同じとは思わないことだね。な、か、カレンだと？カレンなら俺の隣で寝てるよ。いや寝取られじゃねえから、なんか雰囲気がおかしいぞ。確かに、普通に二人乗りしてるわけじゃなさそう？これはまさか考えたくなかった最悪の状況なんじゃ。でやっぱりもうデバイスにされてたのか。いや脳関係ヒロイン寝取られ物とか新しすぎでしょう。くそう？間に合わなかったか。まさかこんな形で再会することになるなんて、ただ殺すよりもひどいことをしやがって。これは許すわけにはいかないね。元より許す気なんてさらさらないぜ。遺伝子のかけらまで焼き尽くしてやる。ガガガ？今回も11人出撃だね。ってことは前回と同じメンバーか。ゲンツ君は機体性能的にちょっときついだろうしね。同じオルゲルならスキルが揃ったグレゴの方が強いぜ。未だにプロジオンのハンス君がちょっと心配だけど、まあ後方支援に徹してればなんとかなるかな。やっぱりソレイトで全員装備変えてもよかったんじゃないか。とはいえ軍からの報酬がもらえない以上、なるべく節約はしたいしね。まあそろそろまた新しい店が来るか。それじゃ恒例の敵戦力チェック。まずはドリ様からか。おや、左腕の HP も低くなってるね。武器は両腕ともキャノンになってるぜ。クロウより事故率は低めかな。そしてこいつはフリューゲルと、さりげなくスタンレベルに持ってて怖いな。武器はライフルとフリューゲルパンチか。どっちも効果力だから要注意だぜ。こいつはフェルデアだね。まだ倒しやすい方か。武器はバズーカとフリューゲルパンチ。む、ミサイラーがグリガイア2ってのは厄介だね。クレインも強いが、下手に近接仕掛けると、超強力なグリガイアパンチを食らっちまうぜ。
さすがに今回は敵の装備がいいね。全員最新装備みたいだからな。こっちは古い機体も多いから、装備では負けてるぜ。迂闊に攻撃仕掛けると返り討ちに合いそうだね。左側はドリ様含め9機、右側は5機か。数も相当多いな。これは安易に突っ込むと強撃されそうかな。むしろ一旦引いて敵をおびき寄せた方がいいかもな。まあまずは門の近くで陣形を組んでおこうかな。固めのヤンさん、坂田、フレデリックを前に置いて、残りはいつでも攻撃を仕掛けられるように固めて配置するよ。マックス兵器があったら一網打尽されそうな配置だぜ。いやーなくてよかったねー。マックス兵器あったらあったでこっちが使う分には便利そうだぜ。そうなると戦略もだいぶ変わってくるね。個人的にはマックス兵器があると大味になりやすいからない方が好きかな。セカンドのグレネードくらいならありだとは思うぜ。威力低めで範囲はインペリアルクロス型のゴマスだもんね。とまあ味方の配置はこんなもんかな。敵ミサイラーに初手は譲ることになるだろうが、次のターンが重要になりそうだな。さてどんだけ突撃してくるかな。おっとドリ様は奥に引っ込むんだな。ミサイルはハンス君に来たか。一番柔らかいし、当然といえば当然か。さすがにダメージが大きいね。プロジオンはさすがにもう厳しいぜ。今度は坂田に来たね。これはバズーカか。よし外れた。まあ当たっても大したダメージにはならないだろうぜ。さてここで自軍フェーズだね。あのミサイラーを早くなんとかしたいところだぜ。硬い上にパンチも痛そうだからかなり厄介だね。まずはポール組んで削りか。とにかく相手の反撃を受けないようにしないと一瞬でやられかねないからね。ポール君のケレースでもボディ半分削れなかったか。まだ近接を挑むにはきついから次はアルダーおじさんで削りかな。今回おじさんはミサイラーになりそうだぜ。さすがに古いゼロアでグリザイアパンチを受けるわけにはいかないからね。ボディをもうちょい削ってくれると嬉しいぜ。よしよしナイス削り。これなら近接でとどめさせそうか。というわけでフレデリック、とどめを頼んだ。相変わらずのハイエナっぷりだぜ。打ち漏らしたら危険だからそんなに楽な仕事でもないよ。お、スピード来たぜ。よし、狙い通りとどめさせたね。フレデリックが急に頼れるキャラになってきたぜ。高威力マシンガンを撃てるのがロイドとフレデリックしかいないからね。坂田キャノンはハイエナ向きじゃないからな。それで坂田は元気なアタッカーを攻撃だね。そろそろ腕一撃は難しいか。お、スイッチ発動。腕潰して反撃封じしたぜ。しかしほんとデュエルのレベル上がらないねー。確実に発動するし、レベル上昇率は低いのかもな。じゃ、ヤンさんでとどめいっとこう。ボディに当たれば一撃で撃破できるぜ。足だったけど、ナイススタンだね。フリューゲルパンチも相当痛いからな。とここでヤンさんもカンストだね。続々とカンストキャラが出てくるな。グレゴはもう一体のフェルゼアを殴りに行きたいけど、位置的に奥のアタッカーの攻撃範囲に入りそうだね。下手したら速攻で落とされかねないぜ。ここはスタンしたアタッカーにとどめ打ってその位置から攻撃かな。というわけでハンス君頼んだ。回復させといた方がいいんじゃね。柔らかプロジオンじゃ回復したところでたかが知れてるよ。それなら落ちる前に一発でも多くのミサイルを撃った方がお得。知ってえな。左側の敵本体が次のターンに押し寄せてくるから、それまでに右側をなんとかしたいね。さて残りはいい品でも削り切れるかな。戦力としてはやや頼りないが、こういう時には便利だな。よしよし、これでグレゴが殴りに行けるね。しかし結構手番取られちまったな。これ次のターンはかなり厳しいんじゃね。ともかく、目の前のアタッカーをなんとかしないとね。やっぱりオルゲルパンチの威力が80になってるが、ゴロウッカ。むむー、外したか。しかもダスラークローが破壊寸前にされちまったぜ。まあボディに当たるよりはマシだけど、グレゴも結構きつい感じだね。最新機体でも敵の攻撃力が怖いからな。ロイド君は後方支援に徹した方が良さそうだね。近距離はカンストしてるし、しばらくは遠距離育成がメインか。パーツ破壊はできなかったか。削りの経験値はもはや誤差になってるな。あとはボディとラルフだから攻撃はできないね。左側の連中はミサイラー以外は攻撃届かないから、このターンまでは危険は少ないか。とはいえ、次のターンには強撃される形になるのが辛いかな。前衛を張れるユニットが少ないから下手すりゃ負けるぜ。次のターンでどれだけ敵戦力を削げるかが、勝負の分かれ目になりそうだね。むしろ突っ込まずに門のあたりで迎え撃った方が、よかったかもだぜ。フレデリックにミサイルが来たけど、これは大丈夫かな。よし、被害は軽微だぜ。さすがに一軍はアジリティが提供してるね。とグレゴに攻撃が来たね。ここはファースト発動狙いで反撃か。手を逃げるアームは一撃か。だがダスラークローを選択してよかったな。よし高校スタンが決まったよ。これでだいぶ楽になるぜ。むぅ、ハンス君にミサイルが来たか。ボディ HP がだいぶ削れてるからまずくないか。ここは運を天に任せるしかないね。
へ、やられちまったぞ。さすがにプロジオンは無理があったか。だから回復しとけと。プロジオンで回復しても自利品になるのがオチだよ。まあ確かに、前回でもボディに集中したら一発で落ちるからな。く、盾のもげたグレゴにバズーカが飛んできたか。さすがに一撃死はないだろうが、痛いことには変わりないぜ。よし、足ならオッケー。グレゴは一時撤退しないとまずいな。とようやく自分フェーズだね。く、かなり敵に囲まれてるな。まずはグレゴを撤退させないとね。これはこのターンは全力で逃げて、門のところで前線張った方がいいかもだぜ。だけどそれだと前衛はアタッカーの攻撃とミサイルを受けるからね。敵の攻撃力が高いし、それはそれでリスクが高いよ。だからここは一気でも相手を落として手数を減らすよ。結構思い切った戦法に出るな。坂田、ヤンさん、フレデリックあたりなら、一人一殺もできるはず。というわけでヤンさん、まずは突破口を開くんだ。ここは全力で暴れてほしいところだぜ。ファーストからの、スタン、アンドダブル。落ちちゃったけど、よく避けた。ブリザイアパンチは100以上食らうからな。これはでかいぜ。よし、あのミサイラーは瀕死にできたからボディでとどめだ。ここは確実に仕留めてくれよ。ボディに一発でも当たればいけるはず。よし、まずはいい感じだぜ。ボディもだんだん頼れるようになってきたね。だが自力の低さはいかんともしがたいぜ。さて、次はどうしようか。まだまだ敵はいるからな。うまく壁を作らないと後衛が危険だぜ。よし、それじゃロイド君をミサイラーのいた位置に置きつつ、奥のミサイラーにミサイルをかますよ。ちょっと危険じゃないか。この位置ならアタッカーから1回しか攻撃されないからね。ボディが集中攻撃されないように隣のマスは埋める必要があるよ。自分フェーズのうちにミサイラーは潰しておきたいぜ。程よく削ったからポール君のミサイルでとどめ撃てるかな。ここはボディ狙いで撃破入線だね。よし、狙い通り当てられたぜ。やっぱりガイドレベル2になればだいぶ安定するみたいだね。デュエルも早くレベル上がってほしいんだがな。坂田は届くアタッカーに攻撃。バズーカ持ちは早めに始末したいぜ。オッケー、スピード発動。これはいけるか？ち、ばらけたか？だがスイッチで追撃だぜ。うお、スイッチ2連発動だよ。あっという間にダルマだぜ。ダブルではちょいちょい発動してたけどね。だいぶ戦局が安定してきた感じか。それじゃあルダーおじさんもアタッカーを削っておこうかな。ハンスほどじゃないにしろ、柔らか装備だから迂闊に殴れないぜ。残りはみんな近接アタッカーだから後衛が攻撃されることもないね。うまく壁を作っておけば危険は少ないか。むむー、このミッションは敵が硬いね。敵が全員最新機体、しかも格闘向けの、フリューゲルやブリザイア2が多いからな。ならば良い品でさらに削り、ミサイルの残弾は気にしてる場合じゃないか。ふむふむ、だいぶ削れてきたね。だが近接を挑むにはちょっと厳しいか。いや、フレデリックならいける。確かにマシンガンが2発ボディに当たればいけそうだが。よし、スピード出た。おお、よく発動するな。さらにスイッチドーン。フレデリックも坂田並みの火力になってきたぜ。近距離貫通とも見えてきたね。だが遠距離がちょっと遅れてきてるか。さて、あとはラルフをボディ隣に移動して終了かな。アルダーおじさんの壁だぜ。ここは反撃するべきところだね。敵の追撃がないなら大丈夫か。く、ボディに入ったか。腕だったらもげてたからむしろ良かったかもだぜ。ボディはライフルで手堅くダメージを稼ごう。マシンガンの威力はまだ低いからな。で、外したー。まあ壁の役割は果たしたから問題ないぜ。さて、敵の数はだいぶ減ったけどまだまだ油断できないね。ベルゼアウでは一発でもげるからな。ひとまずロイド君は逃げてミサイルかな。あと一発ボディに何か当たったらゲームオーバーだぜ。回復したいところだけど手番に余裕がないからね。ミサイラーはもういないからヘマをしなきゃ大丈夫か。オッケー、ダルマ一丁。あとは近接アタッカー4にバズーカ1だぜ。とりあえず補給車はロイド君の隣に移動しといて、グレゴも回復しなきゃね。右側のアタッカーはロイドに届くからこのターンでとどめ撃ちたいぜ。というわけで坂田で削りだね。さすがに坂田が全力で稼働してるぜ。よっしゃ、スピード。相変わらずスピード坂田キャノンはえげつないぜ。さらにスイッチ。あっという間に瀕死だぜ。さりげなく避けるのもポイント高いね。まさにエースと呼ぶにふさわしいな。それじゃボディでとどめかな。今回はボディがハイエナすること多いな。マシンガンはとどめに使いやすいからね。く、ボディに当たらなかったか。だがあとは何で攻撃しても倒せそうだぜ。それじゃ遺品の経験値にしようかな。ミサイルなら確実に全破壊できるだろうぜ。こういう弱った相手には使いやすいね。格闘だと打ち漏らすことがあるしな。
よしよし予定通り、経験値もようやく近距離を超えたか。こうしてみると2軍も結構戦えるもんだね。まあさすがに真っ向勝負はきついところがあるぜ。さてもう1体のアタッカーを始末しないとまだロイド君が危険だね。左側の相手もしなきゃいけないから手番がギリギリだな。ここはアルダーおじさんのミサイルがいいかな。そろそろ残弾が気になってくる頃か。まあ弾を打ち尽くしたらダルマを殴ったりすればいいかな。補給に2ターンかけてる間にミッション終わりそうだしな。ふむ、程よく削ったね。だがちょっと威力が足りなくなってきたぜ。そろそろ本格的に経験値稼ぎしておきたいね。さて、それじゃ次はポール君で追撃かな。これで倒してくれると楽だな。とはいえガイドでボディ狙うほどじゃないかな。ボディ狙いばっかしてると経験値が増えにくいからな。よし、いい感じに弱らせたね。これはフレデリックでハイエナせざるを得ない。うまくいけばフレデリックもこのミッションでカンストを狙えるかも。あと2000くらいだったっけか。ちょっと厳しいかもだぜ。そして安定のスピード、本当によく発動するな。全破壊で経験値美味しいね。このミッションで経験値の伸びが凄まじいぜ。ブリザヤスーアームか、今更って感じだね。まあ敵ドロップに期待するゲームじゃないぜ。そろそろドリ様攻略のことも考えておかないとね。ドリ様は奥に引っこもったままなのか。ヤンさんは順当にアタッカー攻撃かな。ここはスキル発動してほしいところだぜ。ダブルで両腕もぶ当たりわかってる。威力的にフユーゲルボディも一撃でいけそうだったぜ。ラルフはこの位置で壁をしてた方がいいね。下手に反撃もらうとエネミーフェイズで撃墜されかねないぜ。おっとポール君にバズーカが飛んできたね。まあバズーカなら大丈夫か。くそれでもボディ半分持ってかれたか。ハンス君がミサイル受けてなかったらポールが危なかったぜ。よしよし、だいぶ戦況が良くなってきたね。まずはダルマ相手にロイド君のバズーカだね。ナイスボディ。遠距離も稼げるときに稼いでおくよ。6000か、カンストまではまだかかりそうだぜ。まあロイド君の遠距離は無理にカンストさせなくてもいいかな。ふむ、ここにいるフェルゼアはずっとスタンしてたやつかな。一応ターン経過でも回復するんだな。回復する前にフレデリックでとどめ打っておこう。処刑人が通りますよ。ひょっとしてスピードのレベルも上がってるのかな。確かに異常に発生率高いよな。ふむー、まだスイッチもスピードもレベル1なのか。まあじっくり上げるしかなさそうだぜ。ここにいるのはダルマばっかりだね。一気元気な奴がいるが、なぜか敵フェーズで攻撃してこなかったな。まあとりあえずダルマをグレゴで殴っておこう。ここは稼ぎ時だぜ。OK、 足もぎ。グレゴの経験値もだいぶ溜まってきたぜ。スキルも揃ってるし、だいぶ一軍らしくなってきたね。あとは機体を早く新しいのにしてやりたいぜ。さて次はポール君でバズーカ持ちを攻撃かな。今一番危険なやつがバズーカか。とはいえ攻撃能力持ってるのがドリ様除いて2体しかいないから、もうほとんど勝負はついたようなもんかな。油断してるとロイド君に一発もらってゲームオーバーしかねないぞ。次は坂田君で元気なアタッカーを攻撃。坂田なら運が良ければ一発で撃破できるな。スピードは出なかったか。だがスイッチは発動したぜ。左手にいいのもらっちゃったか。むしろ今まで無傷だったのがすげえな。さてアルダーおじさんは無理せずダルマを殴っておくとして、ミサイルはもう弾切れだぜ。ボディは全開だから一発で倒すのは厳しいかな。ダブルが出れば問題ないんだが。スタンが出たね。全く意味ねえな。いやいや、ひょっとしたら今のでレベル上がったかもだし。どんだけレアケースだよ。E品もミサイルがなくなっちゃったから補給しないとね。空いた場所からボディでハイエナだよ。お、ダルマにしたぜ。しかもスイッチ発動、なかなかやるね。近距離はスキル一つでも結構なんとかなるな。あとはヤンさんでバズーカ持ちを攻撃すれば OK かな。ボディにクリーンヒット。これでドリ様以外はもう無害だね。ようやく決着の時が来たな。しかし今回も尺稼ぎしてる余裕がなさそうだね。いやだからそれはもういいだろ。おっとさすがにドリ様が動いてきたね。本気で勝つ気ならもっと早く仕掛けてくるべきだったな。まあまずはグレゴで補給者でも倒しとこう。ドリ様と戦う前に邪魔者は全部始末しておきたいしね。よしダブルで葬ったな。ナイスグレゴくん。さてドリ様と戦うのは次のターンになりそうだから、まずはロイド君たちのミサイルを補給しないとね。準備は怠らないぜ。ふーむ、このダルマ3体を相手にしてるとドリ様に攻撃されるかな。とはいえ、ほっとくのもどうかと思うしな。ドリ様の移動はゴマスか。届きそうで届かないもどかしい感じの移動力だぜ。まずはアルダーおじさんでダルマを殴っておこうか。いやその前に坂田の回復をしておこう。随分優柔不断だな。慎重にプレイしてるって言ってくれない？
いやお前のプレイは身長とは程遠いだろ。ここは、雑魚処理の時間が欲しいから、ヤンさんのフラッシュでドリ様の足止めをするよ。後発フラッシュか。今まで使ったことないけど、ボスにも効くよね。これで効かなかったら失笑ものだぜ。おお、こんなエフェクトなんだ。しかし今回のドリ様はごっつい型してんな。さてこれで多分安全になったから、順番に雑魚を処理していこうかな。そういえば今回ラルフは壁役だけで攻撃してないな。まずはアルダーおじさんから。こいつもボディは満タンだから一発じゃきついか。なかなかダブルが出ないねー。ダルマ相手じゃやる気が出ないのか。次はボディで、まあこいつは虫の息だし、打ち漏らすことはないだろ。これだけで経験値200は美味しい。いつの間にか4500も溜まってたんだな。今回ハイエナが多かったからね。それじゃ最後はラルフで。今回初戦闘か。壁役としては役に立ってたよ。まあ、いなかったらボディーかアルダーおじさんがヤバかったかもな。ダメージ120出てるから弱くはないんだよね。ダブルとスタンも持ってるし、戦わせれば意外と活躍するかもだぜ。よしよし、ドリ様は動かなかったね。それじゃここからが本番か。フレデリックも近くに寄せないとね。とその前にアルダーおじさんで最後のダルマを殴っておこう。なんだかんだで削り役ばっかだったもんな。さすがにラルフよりはパンチが強いね。まあおじさんの進化はミサイルを絡めた汎用性だがな。経験値はもうちょい分配しておきたいねー。で、坂田が1マス届かないのか。さすがにラルフ、ボディで挑むのは無謀だぜ。これはもう1ターン引っ付けた方がいいかな。ぐったぐだになってるじゃねえか。とりあえずこのままだとアルダーおじさんが危ないから、坂田で壁しとこう。先生をドリ様に譲って大丈夫か。ラルフ、ボディは範囲外に逃がしとかなきゃね。ロイドもドリ様の射程ギリギリの位置に陣取っておこう。ボディが削れてるから回復も忘れるなよ。で随分悩んでるな。いやーミスしたら一発でゲームオーバーになりかねないから、ちょっと慎重になってるんだよね。ヤンさんも坂田の隣に置いておこう。ファースト持ってるから坂田よりヤンさんに攻撃してほしいぜ。まあ坂田も一発で落とされることはないんじゃないかな。ポール君はミサイルが届くな。でも攻撃は次ターンまで我慢するよ。あんまり本気で攻撃するとあっさり終わっちまうからな。フレデリックも近くに寄せておこう。グレゴは厳しそうだが、一応攻撃できる位置に配置か。ヨシドリ様かかってこい。ロイド君めがけて一直線に来たぜ。これは好都合だね。というわけで1番手坂田、やっておしまい。さてどうなるか。オッケースピード発動。これはそのままとどめ打つ可能性もあるぜ。さらにスイッチでダメージは加速する。坂田の本気だぜ。ドリ様も負けじとスピードか。遺体がなんとか生き残ったぜ。よしそれじゃ2番手、行けフレデリック。もう昔のフレデリックじゃないぜ。腕は壊せなかったか。だがスイッチ発動だぜ。ライフルがボディにクリーンヒット。見事仕留めたぜ。レベルアップ。おっとフレデリックもカンストしちゃったね。ドリ様の経験値がめちゃくちゃ高かったな。いやー意外と早く肩がついたね。ロイド君が手を下すまでもなかったぜ。ついにドリ様を倒してカレンの仇を取ったよ。だがカレンはもう、復讐を果たせたロイド君だけど、とてもじゃないけど満足できる結果じゃないよね。カレン、こんな形で再会することになるとは、ずっと追い求めてたのに、こんな姿にされてしまって。ロイド君、どんな形であってもカレンと一緒にいたいんだね。生地カレンの一部が残ってる分、すっぱりと割り切ることができないんだろうな。せめてこの戦いに決着をつけるまでは一緒にいようか。安らかに眠るのは全てが終わってからだぜ。ドリ様が絶賛するだけあって性能は圧倒的だね。ロイド君、エンディングまでは泣くんじゃないぜ。ミッションコンプリート。さて今回の MVP は、坂田くん、4度目の受賞だね。序盤から中盤の鬼神のごとく働きに加えて、ドリ様との一騎打ちも熱かったんだぜ。坂田、フレデリックの奮闘がなければクリアはできなかったかな。だが2軍メンバーのサポートあっての勝利だったのも確かだぜ。とこれは新しい街かな？名前は表示されてないが、とりあえず連続ミッションじゃないし、行ってみようか。ここは、武器商人のキャンプか。
ハンス君が怪しまれないように話をつけてくれてるね。さすがこういうことはお手の物か。お、武器商人キャンプだけあって新しいショップだね。これはまたセットアップが楽しみだぜ。むう、品揃えを見たいとこだけど、それは次回かな。今は戦いが終わったばかりで疲れてるからな。ってなんか強制的にイベントか？まさかこのまま戦闘になったりしないだろうな。さすがにセーブする余裕くらいはあると思うけど、セットアップなしで次に行くのはちょっと無謀だぜ。俺たちはテロリストって、ノリノリだねフレデリック。一応ショップには行けるっぽいか。それじゃ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。皆様ごきげんよう、霊夢だよ。マリサだぜ。坂田社長のいるルーピディス市へ行く途中、見覚えのある工場で宿敵ドリ様と出会ったロイド君。激戦の末、ドリ様を討ち取ることに成功するが、そこに残されたのは変わり果てたカレンの姿であった。さて、今回はまた久しぶりのセットアップだね。敵もどんどん強くなってるし、しっかり強化しなきゃだぜ。ショップによる前にまずはカレンをロイド君の機体に乗せておこうか。これがもっと未来の話ならデバイスに残された細胞から、クローニングをして復活ってのもあったかもしれないけどな。何そのサガスリー。しかしよくロイド君もカレンデバイスを使う気になったな。私だったら丁重に埋葬して冥福を祈るかな。さすがにデバイスにされた時点で意識とかはなくなってるんだろうが。意識が残ってるならちょっとドリ様機のデバイスになってみたいかも。いやそれはどうかと思うぜ。さて、それじゃ店に行こうか。ここにはどんなパーツが売ってるんだろうな。ワクテカだぜ。ちょっと親父さんの話も聞いてみよう。フレデリックがテロリストってバラしちまったが、大丈夫なんだろうか。戦争が終わったらいい武器が出回るもんなの？戦時中に貯めたデータを元に新製品が発売されたってことか。むしろ戦争中の時ほど性能のいいものが欲しいのにね。さて、その高性能な武器とやらはどれほどのものか。まあまずはパーツからだね。ふむう、坂田式が2種類もあるね。この戦争で一番危険を蓄えたのが坂田社だったってことだろうな。ペガースはこれまた極端な性能だね。だがこのフォルム、嫌いじゃないぜ。ゼリアはゼニスシリーズの新製品だね。相変わらずバランスのいい出来に仕上がってるぜ。そしてついに登場、テラーンだね。この独特なフォルムに加え、高出力、耐久もバッチし、さらに腕はマシンガン内蔵ながら型装備可能という、私のお気に入り機体の中でも一押しのものだよ。コメントでも名前が出てた人気機体だぜ。まあボディはペガース以外はそれほど性能に差はないかな。テラーンがやや高性能なくらいか。とはいえ HP の差も少ないし、ここは趣味で決めちゃってもいいかもね。まあロイド君はテラーンで決まりだけどね。ボディだけだとわからないが、一式揃えるとなかなか可愛い姿なんだぜ。アームもそこまで差は感じないかな。ペガースが格闘攻撃力は一番だな。ゼリアもブリザイアパンチと同じ攻撃力があるから、格闘はペガースかゼリアのどっちか好きな方でいいと思うよ。一式揃えることを考えるなら、全体のバランスがいいゼリアがおすすめか。そしてテラーンの内蔵マシンガンは威力 4×25、かなりの高性能だね。しかも命中が99なんだぜ。ここらになると経験値も溜まってるだろうし、テラーン一式で両腕マシンガンにするのが鉄板なのかな。とここでちょっと武器の性能もチェックしとこう。ここで売ってるマシンガンはレオスタンビー。威力は 4×21 だからテラーンより性能は低いのか。今まで不遇なことが多かった内蔵マシンガンだけど、ここで一気に巻き返した感じだね。さすがはテラーンだぜ。ということで左腕はテラーンにしとこう。ゼリアに比べるとちょっと HP が低いのが難点か。さて右腕だけど、ロイド君はバズーカ持ちたいからテラーンは無理かな。今回は一式揃えられないか。なんとなく見た目のバランスが良くなるペガースにしておこうかな。ちょっと重いが、テラーンの出力なら余裕があるぜ。HP も高いし、命中もそれほど低いわけじゃないしね。一応命中重視なら坂田150式になるのか。実際どれくらい差があるかはわからないけどね。足も移動力が高いテラーンで決まりだね。ついに20の足が出たか。こうなるとペガースの16はちょっと使いづらくなるかな。やっぱりテラーンはこの弱関節があってこそって感じだぜ。ガスト系の究極進化系って感じだね。コンピュータはカレンがいるからもういらないかな。まあカレンデバイス以上のコンピュータはないだろうぜ。さてと、次は武器だね。左手は内蔵マシンガンだから。と言いつつ警告音を鳴らす霊夢。右手にいいバズーカ売ってるかな？おお、ボア40は威力も高いが射程がすごいな。これは迷わず購入だね。片装備はミサイル2種類だけか。両方とも3発発射のミサイルだな。クレーンとほぼ差はないかな。盾も新しいのはないみたいだぜ。ということで今回は片装備は変えなくていいかな。ロイド君のセットアップはこれで完成か。それじゃ残りはパパッとカットで。それにしてもテラーンは本当に無駄のない形って感じだぜ。居住性も良さそうだし、局面だから装甲も硬そう。
坂田くんは坂田150式だね。マシンガンはテラーンより弱いが、すでに坂田なら関係ないな。フレデリックは坂田103式だね。近距離はカンストしたからバズーカも出せたぜ。しばらくは遠距離鍛えるのが優先かな。ヤンさんはゼリアイ式。やっぱりゼニス系はかっこいいぜ。こう見ると結構小さいんだね。ポール君はテラーンボディと足、腕は坂田150式だね。あとミサイルの片方をワイルドグースからアルバトロスに変えたぜ。アヒルからアホウドリって強くなってるんだろうか。ハンス君はゼリアイ式に、バズーカを変更。ミサイルはクレーンが現役で使えるからな。グレゴはペガース一式。格闘威力は最高だが、移動力が多少不安か。やっぱりグレゴはごつい期待が合うね。おっと間違えた。おばさんは変更なしだよ。フィーゲ保管係だぜ。ラルフはゼリアに、腕だけペガースにしたよ。ちょっとアンバランスだが、これはこれでかっこいいぜ。いい品は坂田150式。武器はハンスと同じだぜ。アルダーおじさんはゼリアボディ、ペガース腕、テラーン足だね。ガッチガチにガチ機体を組んでみたぜ。ミサイルもアルバトロスにしてあるよ。ボディはテラーン一式。近距離型は全員テラーンでもいいくらい高性能だぜ。やっぱり見た目は一式が一番合ってるね。ポルンガ、ゲンツはセットアップなしだよ。まあ出撃人数から考えて出番はないだろうしな。それとそろそろスキルレベルが上がってるかもだから、ステータスも見ておこう。ロイドくんは変化なしか。おお、坂田はスイッチが3になってたんだね。道理でよく発動するはずだぜ。フレデリックも成長なし。それにしちゃ前回よく発動してたな。ヤンさんはスタンが2に、ダブルも上がってほしいところだぜ。ポール君はまあ、変わらず、遠距離はガイドしかないしな。遠距離版スイッチとかあればよかったのにね。それはちょっと強すぎだろう。ハンス君も同じく、まあわかってた。グレゴも変わらず、戦闘回数自体少なかったしな。闘技場でスキルレベル上げるのもありだけど、やったらちょっとぬるゲーになりすぎるかな。それにしてもスキルレベルはなかなか上がらないな。いい品もそのうちガイド覚えるかな。どうだろうか。アルダーおじさんはいいところでスタン決めてる印象だね。だがダブルはなかなか出さないな。ボディは前回初スイッチ出してたね。ハイエナばっかだから発動する前に倒しちゃうんだよな。とまあこんな感じかな。ステータス表示はたまにでいいかもだぜ。じゃあ外で待ってる人たちのお相手でもしようか。セットアップの間律儀に待っててくれたんだな。ショッカーの戦闘員みたいな武士道的アトモスフィアを感じるね。む、これは見覚えのある機体が。予想はしてたけど、ついにこの時が来ちゃったか。キャニオンクロー主力3人が相手か。なるべくなら戦わずに済ましたいところだが。なーに、OCU のバンサーは脱出装置がしっかりしてるから、死ぬことはないさ。相変わらずひでえな。ナタリー、JJ もやっぱりためらいがあるみたいだね。それに引き換えキースはあっさりしたもんだぜ。傭兵生活が長かったみたいだし、こういうことにも慣れてるのかな。まあ戸惑ってるならつけいる隙はあるってもんだぜ。なんだ、マリサも結構やる気じゃない。いや、そういうわけじゃないけどな。ふむー、今回は8人しか出られないのか。ボディたち2軍メンバーはお休みか。相手は結構数がいたように思えたけど、大丈夫かな。おや、いつも楽観的な霊夢とは思えない発言だな。まあ敵の装備にもよるだろうぜ。ま、悩むのはミッション開始してからかな。悩むほどあんこ詰まってたっけか。失礼な、粒あんたっぷりに決まってるじゃない。ここで粒あん派 VS 少しあん派の戦争勃発だな。ナタリーさんから最終勧告が来たけど、まあ応じるわけにはいかないね。すでに覚悟は完了してるぜ。いかに主力3人といえど、CPU では無力だということを教えてあげるよ。フレデリックは躊躇してるみたいだぜ。それじゃあ敵戦力チェックから始めるよ。おお、随分囲まれてるな。しかも神ロボが再登場だね。さてまずは近くのこいつから。機体はブリザイア通過。一つ前の機体だがまだまだ脅威だぜ。武装はパンチとショットガンだね。さすがに一撃で腕破壊はないだろうが。ブリザイア2は耐久が高いから倒すのに手間取ると危ないね。こいつは両肩ミサイラーか。プロバトンとクレインはほぼ同性能のミサイルだね。威力が高いから集中砲火は避けなきゃな。オルソン大佐はエルドス、ペガースの上位版かな。武器も見たことないやつを装備してるぜ。
さすがに大差だけあって装備がいいみたいだね。ナタリーたちは別れた時の装備そのままか。こう見るとやっぱり武装がいいね。他の敵もこれくらい装備が充実してたら難易度上がってただろうな。JJは格闘が高いから気をつけないと。腕なんかは一発で吹っ飛ぶぜ。キースはゼロアだし、この中では弱めかな。だが油断してダブル食らったりするなよ。こいつはフェルゼアだね。だが腕は硬いな。ブリザイアニかもな。ライフルは威力が高いからこいつも注意だね。むしろ注意のいらない相手がいないぜ。相手はブリザイア2が多いね。これはちょっと骨が折れそうだぜ。さてカニロボの性能はどんなもんだろう。HP450 か。まあまあ硬いな。今回はバズーカも装備してるみたいだね。離れた位置から一方的に撃たれたらたまらんな。今回はカニロボが2体いるから、以前みたいに楽にはいかなそうだね。だがこっちの火力も上がってるからな。いけるか？ふむん、グレゴは4マスしか動けないのか。アレツだから移動コスト高いのかもな。さてここは右に行くか左に行くか。左の方が進みやすそうだけど、敵は右側にいるからね。パーティ分断するか？人数も少なめだし、ここは全軍右から進めることにするよ。まあ左側に敵はいないし、あえて分ける必要はないか。というわけで、前期前進、多少団子になっても気にするなぁ。位置的にポールが一番前にいるのがちょっともったいないな。近接のみの坂田、やん、グレゴはなるべく前に出しておきたいね。フレデリックの位置からはぐるっと回り込まなきゃいけないのか。道も狭いし、結構なロスになるかも。やっぱり初期配置をいじれないのはいろいろ不便だぜ。まあロスは大きくても1ターン分くらいだから、そんなに気にするほどでもないけどね。とポール君はミサイルが届くから撃っておこう。その位置だとアタッカーに攻撃されないか。まあ一撃くらいは耐えるよ多分。そういう風に楽観しすぎて前回ハンス君撃墜されたんじゃないか。ふむ、程よく削ったね。これはフレデリックでハイエナをともうカンストしてたか。お、ロイド君も届くみたいだね。これは経験値ゲットのチャンス。遠距離でもハイエナか。弾数制限があってなかなか稼げないから、稼げる時に稼いでおくスタイルでいくよ。だが絶妙な削りをしちまったな。むむー、まあロイド君は経験値高い方だからまあいいか。ハンス君は移動力が足りなくて撃てないね。アタッカー1体くらい倒せるかと思ったんだがな。おっとナタリーさんがなんか怪しいステップをしてたぞ。警告もなんか弱々しい感じになってたぜ。とこれはナタリーさん寝返りか？オルソン大佐に攻撃を仕掛けてるぜ。さすがにナタリーさんも両親の呵責に耐えきれなくなったみたいだね。おっとボディにいいダメージが入ったぜ。で反撃で腕も出ちゃったよ。オルソン大佐もなかなか強いんだな。これは、3人は味方になったって思っていいのかな？とりあえず戦わなくていいみたいだぜ。これはだいぶ戦況が変わるね。だがナタリーは盾も出てるし、ミサイル撃たれたらやばいぜ。早急に救出に向かわないとね。NPC じゃなくて操作できるみたいだな。むう、左側から逃がした方が安全だけど、そうすると味方と入れ違いになっちゃうな。やっぱりパーティを2つに分けた方が良かったのか。ともかく、目の前の敵を殲滅しつつ合流するのが先かな。よし、アルダーおじさんのパンチでとどめを打ってくれ。相手のショットガンが怖いが、まあ一発でパーツ破壊はないだろう。ここら辺になるとどのパーツも味覚だね。よし、武器は落としたか。経験値は細かく稼いでいくよ。それじゃ次はフレデリックでミサイルかな。相手も弱ってるし、これは経験値大量ゲットのチャンスだぜ。最近は近距離ばっかりで遠距離がおろそかになってたからね。汎用型としては遠距離も上げておきたいぜ。よしよし、足も潰しつつ撃破だね。ミサイル一発50か。マシンガンに比べるとまだだいぶ弱いな。それじゃもう一体のアタッカーはポール組んで削りだね。うまい感じに弱らせて餌にしてほしいところだぜ。まあ倒しちゃったらそれはそれでオッケー。ポール君もカンスト間際だったっけか。一発100か。さすがポール君のミサイルは格が違った。いい感じに餌も作ってくれたな。それじゃハンス君で美味しくいただこう。前回は早々にやられちまったから、今回は活躍させてやりたいぜ。機体が新しくなったからもう大丈夫だとは思うけどね。ふむー、とどめは打てなかったか。まあ7000もあればあとは普通にいけるか。さて、さらに美味しい感じに弱らせてくれたから、ここはロイド君のミサイルで。今が稼ぎ時だぜ。ロイド君も早いところ遠距離完成させて、近距離で暴れ回りたいってのがあるかな。今んとこほぼミサイラーになってるもんな。オケオケ、2パーツ破壊は美味しい。この調子なら遠距離カンストも相当くないぜ。さて近くの敵は片付いたし、あとは前期前進かな。奥にいるミサイラーにはちょっと届かないしな。ナタリーさんの盾がもげてるから早く補給車で回復したいね。それまで無事に逃げられるといいんだが。ミサイラーが何機かいるし、狙われたら危ないかもね。ベルゼアだから耐久力も低いしな。少しでも生存確率を上げるために、ここはケチらず回復。おお、霊夢にしては不詳だな。このターンを乗り切ればなんとかなりそうだね。
とキース君はミサイルが撃てるから撃っておこう。早めに削っておくに越したことないぜ。うまくすれば一機を絶対に追い込むことができるかもしれないしね。まあアタッカーだからあまり影響はないだろうが。さすがはグリザイア2、あんまり削れてないね。さてこのターンはどうなるか。ナタリーさんがやっぱり狙われたか。これは生き残れないか。よし、足にダメージが流れた。ボディだけはなんとしてでも死守してほしいぜ。ここはガードした方が安全だけど、あえて攻める。さすがノーガードレイム、安定性を捨てたプレイングだぜ。と安定なしょっぱいプレイなど誰も見たくないんじゃー。そんなんだからパート7で下手くそとか言われるんだぜ。いや、ロケハンなしのプレイで下手くそと言われてもその、初見ではないが、ステージ、結構性なんか覚えてるわけないんだぜ。とキース君が頑張ってるね。フッするなり張り切ってるな。うわぁ、敵が随分団子になってるね。って右にいたミサイラーもナタリーさんに。これはナタリーさんは左に逃がすのが正解だったか。うわぁ、もうボロボロだよ。確かもう一体ミサイラーいたよな。これは耐えきれるのか。盾もなし、ボディは半壊。どう考えても絶望だぜ。まだ回避すればなんとか。ギリギリ耐えたー。残り HP10 石としか言えないぜ。腕が本当にうまい感じにダメージ吸ったね。さてせっかく拾った命を無駄にしないように、ここは慎重に行動しないとね。ともかく右のミサイラー2機は何としてでも落とさなきゃな。というわけで坂田、ここはお前に任せた。削りとかどうでもいい、とにかく撃破するんだ。よしゃースピード、さらにスイッチ。やはり坂田はエースだぜ。味方のピンチに駆けつける守護者坂田。キャー坂田三角形。さて、これなら手番に余裕がありそうだから、ハンス君のグレネードでまずはファース削りからかな。ダメージが集中する分、初手はミサイルよりもいいかもだぜ。グレネードの威力も相当高くなってるからね。命中が低いのがたまに傷だが、最近はあまり外さないぜ。さすがにグリザイア2の腕は壊せないか。だが次はミサイルかマシンガンで腕破壊いけそうだぜ。というわけでフレデリック、削りついでに経験値もゲットだ。ここは一発腕に当ててほしいところだぜ。オケオケ、ボディも削っていい感じだね。遠距離3500、ここからどこまで伸びるか。それじゃあ次はグレゴでパンチをお見舞いしてやる。ボディ一撃もギリギリいけるか。ここは腕をもいでほしいところ。よしファースト、腕もギスタンからのダブル、完璧だぜ。出撃数の関係で成長は遅れてるけど、グレゴはやっぱり強いね。経験値もすぐに追いつきそうだしな。さて、あとは団子になった敵を順に排除すればいいかな。地形的に戦いやすい形になってるし、あとはミサイラーに注意してればいいぜ。というわけで、ロイド君はとりあえずバズーカでチクチク。久しぶりのとりあえずロイド君入りました。ナタリーさんは全力で逃げて回復だね。このターンで補給車に隣接してパーツを直しておきたいところだぜ。オケオケ、ギリギリ補給車が届くね。あとはまあ、手間をしなきゃ大丈夫そうだぜ。キース君もボロボロになってきたから回復。機体は柔らかいから無茶できないぜ。他は前進して次のターンからの攻撃に備えよう。厚い敵の壁ができてるから、前線を押し上げるのが大変そうだぜ。よし、アルダーおじさんはミサイルが届くから攻撃。汎用型はやっぱり便利だぜ。こういう時に手番があるのが強みだね。おお、ここでボディと足を壊すとはなかなかやるぜ。アルダーおじさんの経験値も順調に溜まってきてるかな。さて、JJはここは引いた方が有利だけど、そうするとミサイラーがナタリーに届く可能性があるんだよね。だからここは一歩前進してナタリーを守るよ。さすがはロイド軍の二枚壁、復帰したばかりだが役目は忘れてないぜ。ボール君は奥のミサイラーに攻撃できるみたいだね。ケレースの射程8はやっぱり便利だぜ。コメントでもドンデラが最終装備にいいってのがあったけど、やっぱり射程が長いからかな。よし、ガイドで右腕壊せたぜ。あとは JJ が耐え切ればクリアしたも同然かな。ミサイラーはアルダーおじさんを攻撃か。腕が削れてるとはいえ、まだまだ元気だから大丈夫でしょ。だがその腕はもがれちまったな。これは修理に1ターン持ってかれるか。アルダーおじさんは経験値稼いでおきたいんだがな。JJ が攻撃されたけど、ここは強気で反撃。押し、ファースト出たぜ。まずは腕持ち、そしてダブル発動。おお、JJ もワンパンでボディ壊せるのか。相手が柔らかいペルゼアだからだけど、これは美味しいね。JJ ももうすぐカンストだし、だいぶ部隊が完成してきたな。また命知らずが JJ に攻撃してきたよ。今度はファースト発動なしか。そ
んなショットガンなどつかぬわー。まずはベジ、さらに腕も燃えておくよ。さすが JJ といったところか。やっぱり一軍は頼りになるねー。さてここからはこっちの反撃だよ。メンバーが揃った今、恐れるものは何もないぜ。ナタリーさんはリペアが切れそうだから補給しとかないと。このミッション戦線復帰は厳しそうか。アルダーおじさんも腕も出てるから逃げつつミサイルだね。後で補給者を隣接させておこうぜ。アルダーおじさんのガイドもレベル上がらないねー。まあガイドなくてもミサイルは強いけどな。惜しい、ボディのとどめは打てなかったか。だがダルマにしたし、十分だろ。グレゴは経験値稼ぎも兼ねてダルマを殴っておこう。足が遅いから前線に間に合うかも怪しいしな。おっとダブルで足重いだね。最後の一滴まで経験値をしゃぶり尽くすつもりだぜ。それじゃ次はどうしようか。フレデリックでダルマにとどめでも打っておこうかな。ここはミサイル温存か。イヤーバズーカの射程が伸びて使いやすくなったね。これはミサイルが弾切れしても十分遠距離で戦えるな。足に当たっちゃったか。ケチらずミサイル打っといた方が良かったかもだぜ。確実に2パーツ破壊が狙えるなら経験値の遅れてるメンバーに食わせておきたいね。ということでキースに食わせよう。汎用型は成長が遅いのがネックか。キースたちは2ミッション分出撃できてないからそれもきついね。ナタリーさんも結構出遅れてる感じか。ナタリーさんはもう近距離したいでいいかもしれないね。まあ戦力としてはかなり強いから心配する必要はなさそうだぜ。さて、相手の壁もだいぶ崩れてきた感じだし、そろそろ前線を押し上げていかないとね。だがむやみに突っ込むと囲まれて危険だぜ。JJ はもうそれほど耐久高いわけじゃないから回復しとこう。経験値は監視と間際だし、急いで育成をしなくてもいいぜ。ポール君はミサイルが届くから撃っておこう。最新装備じゃないとはいえ、敵の火力は高いからな。まずは削って弱らせるのが安全だぜ。結構ミサイル撃ってるからそろそろ補給もしないとね。よしよし、ボディがいい感じに削れたぜ。それじゃナタリーはリペアを積んでおこうかな。さすがに補給者隣接で回復できるダメージ量じゃないぜ。リペア S が大量に余ってるけど、もはや使い道がないよね。売っても金にならんしな。まあ別に倉庫を圧迫したりとかはないから気にしなきゃいいんだけど。それにしても、霊夢にしては突っ込まずに慎重に行動してるな。バズーカ持ちのカニロボ2体が近くにいるからね。おいそれと突っ込むわけにはいかないよ。ロイド君は次に補給できる位置だしもうミサイル撃っちゃおう。これでとどめさせるといいか。むむー、なんとも絶妙な削りに。ハイエナしたいとこだが、残りのメンバー的に無理か。ハンス君も遠くにいるしねー。まあ次のターンまで取っとこうぜ。ヤンさんもこのターンは待機だね。というわけでここは敵の動きを見ておこうか。近づいてきてくれるとやりやすいんだがな。ってほとんど逃げちゃったね。敵に補給者がいると逃げるやつが多くてめんどくさいぜ。まあまずはロイド君のミサイル補給。おじさんは一発残ってるから、ここは復活した腕の回復かな。珍しく入念な準備をしてるな。地形的に安全な場所だからね。さて、敵が逃げるなら追撃しなきゃね。まずはボール君のミサイルで削り、育ち切ったミサイラーはほんと便利だよな。全員ミサイラーでクリアした人も結構いるはず。フロントミッションファーストミサイルのみ縛りプレイとか、それ縛りプレイって言わないぜ。縛りプレイといえば、格闘のみのがあるみたいだけど、地獄の壁が大変そうだね。逆にそれ以外のミッションはなんとかなりそうではあるな。ファーストで縛りプレイするなら全パーツ HP1 のお渡しくらいしないと、インパクトが薄いかもね。100分だよ、肩ミサイラー部隊なら普通にクリアできそうではあるな。やっぱり普通にプレイするのが一番楽しいと思うけどね。変に縛るとセットアップの楽しみがなくなっちゃうもんな。よし、それじゃそろそろカニロボの相手をしないとね。ヤンさん頼んだ。キャニオンクローの鉄砲玉ヤンさんが今日もかけるぜ。結構痛いダメージだね。だがダブルが炸裂、もう虫の息だぜ。バズーカが厄介だからここは落としておきたいね。ハンス君なら届くかな。押し、いけるな。ミサイルはもったいないからバズーカで。外さないでくれよ。よし、カニロボ1体目撃破。射程1から6のダメージ150ってかなり使い勝手がいいぜ。キース君は足が破壊寸前だから、前にできつ回復かな。足は影響が少ないとはいえ、壊れると色々面倒だからな。まあリペア M でいくか。微妙にケチっていくスタイル。坂田も前に出しておかないとね。あとはズレゴでダルマのとどめかな。経験値美味しいです。な、打ち漏らしたと思ったか。残念、ダブルでした。ナタリーさんは回復してっと、あんまり意味はないかもだが、補給者に隣接もしておくぜ。JJ は前のターンで下げておく必要はなかったかな。さて、そろそろ敵も攻めてくると思うんだけど。補
補給車が攻めてきたな。いやだから補給車がそれでいいのかと。ファン、悲しいダメージだぜ。鉄補給車もピーみたいに R アッソ SP くらい積んだらいいのにね。何気にあの時点での偽売りより強いからな。おっとキース君にミサイルが。まあ回復は十分したし、恐れることはないぜ。でもさすがにゼロアだと油断できないな。このミッションが終わったらセットアップしてやらないとな。もう一体ミサイラーがいたか。ボディに集中するとまずいかもしれないな。よし、腕に行ったね。腕はブリザイアだからそこそこ硬いしな。キースはパート17から装備変わってないしな。よし、それじゃあ奥のミサイラーに逆立て攻撃。2枚壁の火力担当だぜ。盾は武器だってサードでも言ってるしね。安定のスピード発動。あっという間にだるまだね。逆田がヤンさん以上の殺戮マシーンになってるぜ。もう一体のミサイラーも早く無力化したいね。ロイドの位置からならギリギリ届くのか。まあまずはアルダーおじさんでミサイル撃っておこう。敵の HP は結構残ってるが、撃墜できるか？確かに。ただの削りになっちゃいそうかも。かといってフレデリックのミサイルで削るのも本末転倒か。惜しい、ギリギリ残ったね。ほんのちょっと威力が足りない感じか。まあだるまはほっといてもう一体のミサイラーの相手しよう。というわけでハンス君、削りは任せた。このミサイラーもブリザイア腕だから、下手に殴りかかると反撃が痛いんだよな。さすがにもう腕が一撃で破壊されることはないだろうけどね。もうミサイラーは全員格闘タイプだと思った方がいいぜ。さすがにハンス君ならかなり削りダメージを与えられるね。それじゃフレデリックでバズーカでも撃とうかな。あわよくば腕を破壊してくれると助かるぜ。ボディか、まあ次は近接でいけるかな。フレデリックの経験値がなかなかたまらないな。さて次どうしようか悩み中。今回結構強行が多いな。撃破だけじゃなくて経験値分配も考えてるからね。カンストメンバーが出る前はそんなに考えてなかったもんな。カンストすると強いけど経験値は無駄になるというジレンマ。とりあえずキース君に食わせておこう。キースは回復しなくて大丈夫か？となぜかここでレッグ3連。よかったな、経験値が無駄にならなかったぜ。経験値はそうでも手番のロスが大きいんだよ。なかなか戦局が進まないな。だいぶ削れてるし、ロイドくんのミサイルでいいかな。最近のロイドくんは完全にミサイラーだな。っていうか経験値無駄にしたくないから行動が制限されるってのも、貧乏症の悪い癖だぜ。まあだるまにできたしいいじゃん。さてと、もう危険も少ないから補給車を前進させてっと。ボール君も弾切れしてるから補給だね。JJは敵を殴りに行けないか。ブリザイア2は移動低めだからな。しょうがないぜ。ヤンさんも腕がもげそうだから回復っと。余裕があるからか、随分のんびりとしてるな。ナタリーさんはミサイル撃っとこう。回復は？さすがにちょっと暗い攻撃に参加しといた方がいいかなと。まあもうミサイラーもほぼいないし、危険は少ないか。オッケーオッケー、とどめ撃ってくれたね。ナタリーさんはこういうとこそつなくこなすな。グレゴも前進っと、移動力の必殺がきつい感じだぜ。さて、いい加減敵も攻めてくるかな？おっと坂田にミサイルかな？神のバズーカだったな。ガードして63とはやるじゃない。威力は130か、結構きついぜ。でもすでに戦況はこっち有利に傾いてるからね。このまま一気に決着をつけるよ。アルダーおじさんはミサイル弾切れしてるけど、あとは格闘だけでいけるね。ここでも経験値は稼いでおきたいぜ。まあ瀕死のダルマを打ち漏らすわけはないね。さっきグレゴは危なかったけどな。さて、坂田はあの神ロボの退治をさせたいけど、オルソン大佐が邪魔だね。というわけで大佐はミサイルでサクッと倒しちゃおう。オルソン大佐の扱いひでえな。最新パーツに身を包んでいながら奥に引っこもってる対象なぞ。その程度の扱いで十分よ。普通対象は安全な場所にいるもんだが、せめてランチャーくらい撃てと言いたい。まあ、実際に戦闘するのはあんまり慣れてないかもだぜ。それなら作戦会議室でふんぞり返ってればいいものを。戦場に出てきた時点で貴様の負けは決定していたのだ。情け容赦ないミサイル連撃だぜ。おっとさりげなくポール君のガイドが3になってたね。しかしさすがにエルドスは硬いな。でももう虫の息だね。よしフレデリック、あの悪党に引導を渡してやれ。とどめは無理でもどっかパーツくらい破壊してほしいぜ。結構粘るね。あと一撃ボディになんか当てれば倒せるんだがな。ハンス君が届けばいいけど、場所を開けるためにもキースを逃がしつつ回復しよう。フル一体でミサイルに耐えてボロボロだもんな。奥にまだミサイラーがいるから油断はできないしね。よし、それじゃハンス君頼んだよ。ドリ様と並ぶこの事件の首謀者だからな。遠慮はいらんぜ。
オッケー、とどめさせたね。近接攻撃できない位置にいたくらいで、キャニオンクロウの爪からは逃れることはできないんだぜ。やっぱりキャニオンクロウは猛禽類をイメージしてるのかな。うちらの分のイメージだとハイエナなんだがな。ハイエナはクロウっていうよりファングだよね。おっと、ウルソン大佐の装備してたミサイルが手に入ったよ。単発の高威力ランチャーか。撃たれてたら危なかったかもな。よし、場所も空いたし坂田でカニロボの相手をさせるよ。スイッチ発動。坂田に撃たれることは死を意味するんだぜ。余裕のワンターンキル。さすがは坂田だね。経験値もまずいし、大型は坂田やヤンさんに任せるに限るな。さてボスも倒したし、ここらで久しぶりに尺稼ぎと行こうか。ここにはほど真面目に実況してたからな。それじゃ、前回のアンケート結果でも、ああ、幻想郷人気投票か。じゃん。これはまたばらけたな。キャラの多さを考慮せずにこんなアンケート出したのリサが悪い。1位はメイリンか、意外と言えば意外。かおっといか、お前らそんなにおっぱいが好きなのか。いや巨乳だからってだけじゃないだろう。うかこの票数で1位とか2位とか、何の意味があるのさまリサ。その前に言いたいことがある。なに？霊夢ゼロ票。いやその、霊夢ゼロ票。まリサだって1票じゃん。1票と霊票の間には深い溝があるんだぜ。これはあれだよ。私主人公のしかもメインポジだし、ブレイブルーでラグナ君を持つキャラと言いづらい的な、ロックマンで一番好きなのは2だって言いにくい的な、なんかそういう力が働いたんだよ。ほう、言い訳はそれだけか。ていうか3の姉貴は私の票としてカウントしていいんじゃないかな。いやいやそれはダメだろう。それを言ったら私だって白黒で無効票になってるのもあるしな。むずぐぐぐ。ともかく、票数はあれでもアンケで私の方が上だったってことは、この前言ってたプレイヤー交代ってことだぜ。いやちょっと待ってよ。さすがにこのシリーズは私がやりたいよ。やるんなら次のシリーズでマリサがやってよ。次シリーズっていつになるんだよ。まあいいか、なんなら USN 編は私がやるって言うても。ちょっと待った、USN 編はまだやるかどうか未確定だから。やらないのか。いやもちろんやりたいんだけどね。何分長いシリーズになるわけだから、 OCU 編で燃え尽きる可能性もあるし、うかつなことは言えないんだよ。まあ確かに USN 編のことを言うのは OCU 編が終わってからだな。プレイしたことあるのは SFC 版だけだから、 USN 編はやるとしたら完全初見プレイになるからね。楽しみである反面、それ相応の覚悟が決まってからじゃないと。とりあえず今はこのシリーズを完走させることに集中するぜ。コメントでも楽しみにしてる人いるみたいだしね。今はやりたい気持ちはあるくらいしか言えないかな。むしろ普通にプレイしたいから、動画にせずに個人的にプレイするだけって可能性もあるわけか。さて、そろそろ戦いも終わるね。まあボスがいなくなったらあとは残党処理だったしな。こっちは機体も強くなってるし、ナタリーたちの安全を確保した後は楽なステージだったかな。それじゃ最後はナタリーさんに幕を引いてもらおう。ナタリーさんたち3人がこっちについてくれたおかげで、だいぶ戦況が良くなったんだぜ。確かに、あのまま3人も敵だったら結構きつかったかもね。レベルアップ。離脱してた分経験値が遅れちゃったけど、まあすぐに巻き返せそうかな。近距離はハイエナしやすいからすぐ溜まるしな。いやあの状況でよく生き延びてくれたよ。キース君も結構なツンデレだぜ。心なしかちょっと嬉しそうだね。ナタリーさん、おかえり。ナタリーさん、自分を責める気持ちはわかるが、ロイド君はちっとも怒ってなんかないんだぜ。ナタリーさんはこの陰謀のことは知ってたんだね。パート18の謎の二人の会話は大佐とナタリーだったのかな。こういう時、モーリーおばさんの優しい言葉が染みるぜ。ナタリーさんも辛かったんだね。今にして思えば、ちょいちょいと不自然な発言があったもんな。ロイド君はやっぱり優しいね。ここでナタリーさんを責めたってカレンは帰ってこないものな。ともかく、これでメンバーが揃ったね。ああ、完全になったキャニオンクロウに恐れるものは何もないぜ。ミッションコンプリート。今回の MVP は、ナタリーさんだね。今回はシナリオ的なものも考慮してだぜ。それとギリギリ生き残ったのもポイント高いよ。さて、メンバーも揃ってやる気が出てきたぜ。シナリオももう終盤かな？このまま一気にクリアするよ。メンバーもどんどんカンストしてるし、これからの戦いが楽しみだぜ。ふむ、次も連続ミッションか。商人キャンプには戻れないみたいだぜ。ここは一度街に戻ってセーブしないと。ってなんで野戦病院に行ってるんだ？いやー、商人キャンプに戻れないか確かめてるんだよね。いい加減諦めろって。あそこはいいもの売ってたからねー。ちょっと未練か。お、さすがに諦めたか。それじゃ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。